それではただいまより第4回大阪府新型コロナウイルス対策本部専門家会議を開催いたします。委員の皆様方におかれましてはご多忙のところご出席をいただき誠にありがとうございます。はじめに知事より一言申し上げます。大阪府知事の吉村です。本日は友の座長また専門家の委員の皆様お忙しい中お時間をいただきましてありがとうございます。感謝を申し上げます。大阪の感染状況ですけれども7月の下旬8月の上旬このあたりは非常に右肩上がりの状況になっていました。ただ市民府民の皆さんそれから事業者の皆さんの協力もありましてなんとかこの右肩上がりというところは一旦ピークアウトし抑え込んでこれなんとか山を抑え込めているのかなというふうに思います。ただ最近を見ますとこの下げ止まりの状況というのが続いておりまして、まあ、50名から100名ぐらいの数で推移してそれが止まっているような状況だと思います。でこの間このコロナ陽性の皆さんの検査であったり治療であったり本当に医療機関の皆さんにこの多大なそういった治療行為で命を守っていただく、まあ、そういったことをしていただいていることにも関係者の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。ただですねこれはこの冬に向けてインフルエンザが流行ってくるシーズンにもなります。これから秋冬特にインフルエンザが流行るシーズンでのコロナとインフルエンザのダブルの流行この可能性も当然視野に入れなければなりません。今なんとか抑え込んでいる状況ですがまたいつぐっと頭をもたげてくるかもわからないという状況かと思いますし当然その可能性というのは考えてやっていかなきゃいけないと思っています。まあ、その中で今後の検査体制は強化していく必要があるだろうと、まあ、1日ピーク時には2万件の検査ができるぐらいの体制が必要じゃないかというふうにも思っています。じゃあその時にどういうふうな検査体制でやっていくのかそしてその時にいわゆるその保健所の業務としても重点化を図っていかなきゃいけないんじゃないか今までと同じやり方ではなかなか難しいんじゃないかと、まあ、そういった現場の実務のところも踏まえた上でですねこの秋冬に向けたこのインフルとコロナとのダブル流行に備えた体制というのを今のうちに整えてそして府民市民の皆さんの命を守るということをしっかりやっていきたいと思いますので本日専門家の友の座長を中心にさまざまな現場の意見も含めてですねお声をご意見をいただけたらと思いますし大阪府としての方向性を決めてまいりたいと。まあ、最終的な専門家会議大阪府のコロナ対策本部会議で決めるわけですけども専門家の皆さんも意見も踏まえた方向性というのを一定程度判断してまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。本日ご出席の方々につきましては、資料2枚目の出席者名簿の通りとなっておりますのでよろしくお願いいたします。それでは議題1第1波と第2波の分析検証について事務局より説明させていただきます。はい、健康医療部長の藤でございます。議題1につきまして1波と、2波の感染状況ということなんですが、この後の議論につながるポイントだけ取り急ぎご説明をさせていただきたいと思います。資料1の1をご覧ください。これは昨日の感染状況です。76名、入院中が252名、うち24名が重症となっております。資料1の2、横置きの資料でございます。第1波と第2波ということで、第1波、第2波、いろんな議論がありますが、1月29日から6月13日を第1波、14日以降を第2波と総称して比較をさせていただいております。では、2ページお開きください。第1波に比べまして、第2波は800人から1600人になる倍加時間が非常に短く、短期間で急速に感染拡大いたしました。次のページですが、右肩下がりとなっておりましたが、ここ2週間ほど下げ止まりの状況になっております。陽性率につきましては検査件数が増えることによりまして4ページですが、おおむね 5% 前後で推移するという状況にあります。次のページお開きください。
5ページが第1波の推定感染日、6ページが今回の第2波の推定感染日ですが、今回の推定感染日のピークは7月22日の連休前あたりと推測されます。その後、連休中の取り組み、連休前の取り組み、あるいはその後の夜の街を中心とした注意喚起等が功を奏しまして、感染者の減少につながったと考えられます。7ページをご覧ください。居住地の分類です。今回の第2波、7ページですが、先に大きい方の山が大阪市内の感染者です。ということで、大阪市内の、感染の、山が、上った後、大阪市外の感染者が増えるという傾向にあります。8ページご覧ください。1波に比べて第2波では20代の割合が 1.5 倍に増えております。20歳未満も合わせますと 40% が20歳未満ということ、20代未満ということになっています。年齢区分です。10ページをご覧ください。第2波では先に7月の下旬に若い方、40代未満の方のピークが来て、そのピークを追うように高年齢の方の感染者のピークが来たという関係になっております。11ページをご覧ください。右と左が第1波第2波になっております。一番右の斜線が無症状者の比率ですが、第1波と比べまして無症状者の比率が増えました。5% 程度から十数パーセントと増えました。これは濃厚接触者について全員検査をしたことによります。12ページをご覧ください。全体の感染者に占める濃厚接触者の割合が1割から18%に増えています。すべての年代で無症状の濃厚接触者が増えているという状況にあります。14ページをご覧ください。年代別の感染経路です。高年齢の方、とりわけ70代以上の方は施設内感染、一番右の黒いところですが、比率が多くなっています。また10代以上でのリンク不明の割合が第1波と比較して、今回の第2波では比率が増えていました。続きまして第2波の感染拡大の特徴についておさらいをさせていただきます。16ページご覧ください。7月下旬から8月上旬にかけて夜の街の滞在者の感染が拡大したというのが16ページの右のグラフでございます。7月の末から夜の街滞在者の感染ピークが来た後、8月の上旬に滞在歴のない方の感染ピークが来たということで、拡大が推測されます。ただし大阪におきましては、特定の接待を伴う夜の街の滞在者の方が多いというわけではなく、居酒屋、バー等を含めました、感染者滞在歴の分布となっています。この分布につきましては、8月の上旬に、時間短縮等のお願いをしたことによりまして、上旬以降右肩下がりとなったところです。またエリア別ですが、19ページご覧ください。最も滞在歴の多い地区は南地区エリアですが、その他の地区でも一定の感染者の数が確認されております。またこれ2週間単位で見ますと、若干夜の街関係の滞在者の感染者の下げ止まりの傾向が見られます。またもう一つ大きな特徴が、20ページをご覧ください。第2波ではクラスターの発生割合は10%、 陽性者に占める割合は 9.3% と第1波よりも少のございましたが、発生施設数が合計数、右の欄にありますが、合計数でと、かなりの合計数でクラスターが発生しました。とりわけ医療機関と高齢者施設等30を超える施設でクラスターの発生が確認されました。これらの特徴から見まして、21ページの取りまとめですが、引き続き21ページの下の段、矢印の下でございますが、夜の街などリスクの高い場の関連者に対する積極的な検査を含めた対応を強化していくこと、あるいはやはり施設内感染クラスター連鎖への早期対応というのが非常に重要であるということが、第2波の感染状況から見て取れると考えております。続きまして、22ページ以降は療養の状況でございます。23ページをお開きください。6月12日にこの専門家会議でも、今後の府内における陽性者の
シミュレーション、推定をご説明させてご意見いただきました。それが点線の推計値になります。実はこの点線の推計値よりも大きく上振れ、また横に広がった感染者の結果となっております。それが大きな波を打っている線ですが、ただし一方で国の試算モデルと比較すると感染者の数は少なかったという状況にあります。こういったことを踏まえまして24ページをご覧ください。想定しておりました病床数との差でございますが、一番左が重症病床でございますが、重症率の、後ほどご説明いたしますが、重症率が下がったことに伴いまして、想定していた重症病床数よりも低い山で重症病床が埋まるということになりました。一方で軽症中等症につきましては、入院期間等が短縮したにもかかりませず、シミュレーションを上回るペースで増加して、最大値も多くなったというところです。宿泊療養につきましても同様の傾向にあります。25ページをご覧ください。25ページ、今回の、療養していただいた方々の分布を示しております。かなり累積の患者数が多かったということで、自宅療養していただいた無症状、軽症の方が多かったということで、自宅療養していただいた方も一定数出ております。26ページご覧ください。重症病床の埋まり方、重症患者の出方でございます。左が第1波、右が第2波ですが、今回もやはり感染者のピークの1月後に重症患者のピークが来ましたが、その間ですね、ピークの期間が20日間と、第1波よりも期間が短いということになりました。これは重症病床に入院される期間が短かったというデータが出ておりますので、その影響等もあるものです。27ページをご覧ください。重症者のまとめです。これも第1波と第2波と比較しておりますが、表の下の2行を見ていただきたいんですが、40代以上の陽性者に占める重症者の割合が 13.9 から 5.8 と、大きく減じております。基礎疾患がある方、あるいは年齢が高い方が重症化リスクが高いという傾向に変更はありません。これをさらに細かく分析いたしましたのが28ページ、29ページでございます。28ページは第1波のそれぞれの1786名の陽性患者さんの経過でございます。重症率は 8.2%、このうち重症から死亡された方が47名、死亡率、重症から死亡された方の率が 32%、全体の死亡率が 4.9% と第1波ではなっております。次のページ、すみません、29ページですが、今回、重症率は 2.5% と、大きく重症率は改善をしております。また、重症から死亡された方の比率が 14% と、これについても大きく 32% から改善をしております。死亡率は 1.3% ということで、4.9% から、これにつきましても改善をしておりますが、1点、その表をご覧いただきたいんですが、第2波の大阪府の死亡率というのが、先ほど申し上げました 1.3% ですが、これは全国の平均 0.9% と比較しますと高い水準にあります。この背景には先ほど申し上げました死亡者の方、施設内感染を要因とされる方が半数以上を占めるということで、大阪で多くのクラスターが起こったことというのが背景にございます。で、この死亡に、重症および死亡につながった方の感染経路なんですが、30ページ、31ページですが、高齢の方につきましても、リンク不明の方が重症化された中でもかなりいらっしゃると、右のグラフでございます、施設関連は 16%、リンク不明の方が 69% となっております。31ページ、一方で死亡された方の内訳といたしましては、施設関連の方が 56%、リンク不明の方が 36% となっております。死亡リスクを軽減するには、施設関連の感染拡大を防ぐというのが非常に重要であるということを示唆するデータでございます。32ページは、第1波、第2波の死亡例の年齢、性別、基礎疾患の有無を分析したものですが、これにつきましては、おおむね傾向は変わっていません。
新しい分析といたしまして33ページに、いわゆる重症化のリスク因子というものが右側でございますが、診療の手引きで以下の通り示されております。このうち厚生労働省の基準に従いまして、大阪府では肺疾患あるいは腎臓病、糖尿病、心疾患等をお持ちの方を、基礎疾患をお持ちの方ということでデータを公表しております。これら の基礎疾患をお持ちの方の重症化リスクをもう少し詳細に分類をいたしました。基礎疾患ありとなしの重症率、死亡率 の差は上の表にありますように、重症率の差が 7% と 2%、 死亡率の差が 5% と 1% ということで大きく差がございます。そのうちの基礎疾患の内容によりましても重症率あるいは死亡率に一定の差があるということが、今回第2波の分析の中で以下の表の通り判明がしたところでございます。また34ページでございます。今回発症から診断までというのが非常に重要ということで、これを比較しております。第1波では全体的に発症から診断まで 7.8 日でしたが、今回は 6.1 日ということになっております。診断した際にすでに重症の方についての診断までの日数は下から2行目でございますが 6.3 日となっておりまして、この期間をさらに短くして診断時重症となられる方を防ぐということが重要になってまいります。すいません、駆け足で以上でございます。すいません、ありがとうございます。これら の感染状況の取りまとめにつきまして、先生方からご意見等いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。すいません、友野でございます。ありがとうございます。第1波第2波を比較して、第1波第2波では第2波がかなり多かったし、数も急激に増えたということがあります。ただし重症者の数は、第1波と第2波はどうだったですかね。重症者のトータルの数は、すいません、27ページをご覧ください。27ページの右と左で重症者数をカウントしております。27ページ第1波では147名、第2波では204名となっております。数自身は多ございますが、40代の陽性者に占める割合は 5.8、 全体の陽性者に占める割合が、さらに下がりまして、8.2% から 2.5 ということで大きく改善をしたところでございます。数的に言うと多分2倍以上、3倍近く患者数は増えていますけども、重症者は 1.5 倍ぐらいなので、おそらく、かなり検査数が増えて見つかった人が多かった、重症者の数は多分見つけなくても見つかっても変わらないと思いますので、そういう意味で言うと今回は第2波はかなり検査数が増えて数が増えているけれども、重症者的にはその 1.5 倍ぐらいということなんですね。で、現場の感覚でいくと、重症ベッドの占有率でピークで72まで大阪府は上がりまして、で、第1波の時が60ぐらいまでだったですかね。で、それをちょっと超えたんですけども、その後は順調に第1波と同じように下がってきております。ただし今下げ止まり、これ重症病床も下げ止まりですけども、徐々に下がってきてるんですけど、この原因というのがですね、一つは慢性化された方がベッドの入院されているということがありますので、このあたりを今後の課題としては、重症者はどんどん今先ほどお話しあったように短期化して、もうすぐに退院というか、転院できるようなレベルまで改善されることが多かったし、入院期間が短くなっております。ただし残った方は結構やっぱり気管切開をしたりして長期化される方がいらっしゃいます。そういう意味で言うと、重症のベッドの中にどういうその人がこれから入院すべきかというところを、少し今後は大阪府としても議論していただいて、慢性化された方はできれば急性期の ICU じゃないところでケアできるようなシステムを作っていただきたい。で、なぜ慢性化してるのにいらっしゃるか、そこに
専用病床にいらっしゃるかというと、どうしても PCR が陰性化しないんですよ。もう1ヶ月以上 PCR が陰性化しないんで、そのあたりの部分がちょっと今急性の、どちらの病院もそうだと思います、急性期の病院でどうしてもベッドが少しずつ埋まってしまっているという現象があって、次のもう一遍東京都みたいにバッと今増えてきてますので、次の山が来て重症者が増えてくるとちょっとそれ問題になりますので、そこちょっと、ご検討いただければと思っております。それから非常に解析されていただいて、今回20代が多かったですよね。最初の出だしが20代が多くて、で東京都は20代30代が多かった、大阪は20代と10代が結構多かったんですね、スタートが。ということはこれは何かその大阪と東京の違い、あるいは大阪の第2波のスタートは 何がきっかけとなってスタートしたというふうにお考えになっているんでしょうか。はい、この10代20代 の、 感染者が多かったというのは、傾向としては10代の例えば高校生の方でもリンクレスの方が一定数大阪ではいたということと、20代以上の方につきましてはやっぱり夜の街 の滞在歴、そこで飲食をされたとか、そういった方が多かったということが合わせ持った傾向だと思っています。ですけども、これ例えば9ページとか10ページにありますように、ピークがずっとずれていくんですね。20歳代から30代から40代50代、そして高齢者の方にずれていくんですけど、これは例えばいろいろクラスターサーベイランスとかやってて、この世代の移り行きというのを何か説明できるような現象ございますか。はい、感染研の砂川です。オブザーバーとしてこちらに参っております。全国的な傾向としては、いわゆる例えばホストクラブであるとか、そういった接待飲食業で従事される若い人たちの間で感染が静かに広がっていく中で、徐々にそれが年齢の高いところに推移しているというのが全国的な傾向で見られており、一応我々の方も大阪でも同じような状況があったのではないかというふうなことは、そういうふうに思っております。移る場所はどこですか。ちょっと細かい大阪の細かい情報をちょっと私見ておりませんので、そこはちょっとなかなかもはっきりとしたことはちょっと申し上げにくいんですけれども、例えば あくまで例示として示しますとですね、例えばいわゆるすみません、いわゆる接待飲食業の話ですけれども、ホストクラブであればそこの中で広がっていくんですが、そこがいわゆるキャバクラというところに進んでいくと、今度はキャバクラの中に来るお客さんの中にはちょっと年齢が高い人であったり、そういったところがあったりしますので、そういった世代に行く場合もあります。であと東京は割とそんな感じで広がっていったんですが、もうちょっと地方になってくると、今度はキャバクラというようなところに行ったりすると、そこの方々がいわゆるシングルマザーが多かったりして、一気にご高齢 のご家族の方の方に感染が伝播するというふうなところがあったりしましたので、私は大阪はそこのちょうど中間ぐらいの形なんじゃないのかなというふうなところで見ております。ちょっと詳しく大阪に特化して分析はしておりません。はい、大阪につきましては東京ほど特定の接待のある業態で感染が広がったというよりも、例えば若い方が行かれるいわゆるクラブですね、大勢の方が集われるクラブで若い方となって、その後市中感染、リンクレスの市中感染が見つかる、あるいは初発は若い方で、その勤務先であるとか家族、その濃厚接触者の間での感染が確認されるというケースも非常に多かったです。この1波2波を解析して、解析する目的は次の波をどう止めるかということだと思います。今分かったことからどういう対策を立てればいいかということが大事だと思いますので、世代を渡るときの渡らないようにするとか、あるいはもう最初の発火点のところを止めるとか、そういうことをこの経験から大阪府としても、あるいはどこでもそうですけども、見つけていって、この第2波、第3波、第4波というのを、起こらないようにすることが必要だと思っております。その点でいくと、今回の解析からどこが一番
まあ、発火点を止める、あるいはブレーキをかける最も良い方法は何だというふうに解析結果から読めますでしょうか。8月、7月末に感染が拡大してから7月16日に南にいわゆる夜の街に滞在歴のある方で少しでも症状がある方は検査に来てくださいという臨時の検査場を作りました。ここでかなり の感染の方をだいたい陽性率が2割を超える時期もありましたので特定できたと思っています。その検査場については常設をしていこうと思っているんですが、ただその検査に来ていただくというその滞在歴がある方あるいは勤務の方若い方を含めてそこの機運が下がらないということが非常に大事かなと思っています。そこは検査を受けて陽性になることが風評被害等を含めてマイナスにならないという機運というのもこれから大事になると思っています。それともう一点はやはりクラスター対策の強化というのが2つ目のポイントになると思っています。発火点になるようなところでは気楽にアクセスできるような検査体制を取っていただくということで、あれはモバイルというかバスで行って、だからそういうところにどんどん出張して検査が簡単に受けられるようにというのもまた今後工夫していただければ、発火点のところから広がるというところを止めることもできるかなと思っております。他に何かご質問ないですか。はい、砂川先生。僭越ながらちょっと忘れないうちに2点感じた点をちょっと申し上げます。まず1点目なんですが、すみません、私、東京の方から参りましたので、ちょっと東京の方の状況の中で言いますと、いわゆるその新宿の歌舞伎町とかそういったあたりでいわゆるその夜の街のですね、特に若者の関心が急速に下がってます。もうあれは風邪でしょうと、自分たちはどちらかというと、まあ、被害者だというような形で、なんて言うんでしょうね、まあ、あまりこう対策に意欲がちょっと薄らいできているので、非常に大きな課題だというふうに思っています。まあ、そういった点と、あとかなり、まあ、実際対策をやっていく中で、お店の経営の方々の協力を得るということが非常に重要だというようなところは、つくづくいろんな東京での対策を通して感じているところでありますので、まあ、そういった意味で大阪の今回のいろんな南で取られた対策とかについてですね、経営者の方々、まあ、そういったあたりとの意思疎通をかなり盛んにしていただいて、ぜひ機運の盛り下がりというか、これを防いでいただいて、次の対策につなげていっていただきたいと。おそらく検査スポットの増加というのは、まあ、それはそれでいいんですけど、そもそもなんで対策すんねんみたいなところで理解していなければですね、なかなかそこに結びつかないということを、私も国の夜の街のワーキングの委員してるんですけれども、非常に問題だなというふうに思っておりますので、ぜひそのあたりのですね、本質的な関心を高めていただきたいと思います。あともう一個なんですが、やはり死亡者が増えるところについてですね、非常に特徴的だなと思っているのが、療養型のですね、医療機関とか施設で、これがうまいこと対策が、対策というか対応がですね、できなかったときに非常に辛いことになってしまうということが全国のケースでいる、たびたび見ております。まあ、そういった点で何て言うんでしょうね、まあ、これの発生を防ぐことが大事というのはその通りではあるんですが、一生懸命防いでてもですね、どうしても入ってくる場合があるというふうなことをとても痛感しておりますので、もうとにかくこれが入ってきた、予防の対策も一生懸命やるんだけれども、入ってきたときにこれを早く探知してどういうふうにこう対応するか、特に患者さんの陽性者の転送とかですね、そういったあたりはとてもクリティカルな問題で、それがもう転送がうまくできなくって、籠城作戦になってしまうというふうなケースが全国的にも多々あって、非常にそういった場合に重症度が上がってしまいますので、ぜひそういったあたりのですね、まあ、一つは療養型施設の対策の点検のところと、あと発生時のですね、転送の部分とか、そういったあたりをもう一回ちょっと確認されて次に備えられるっていうのが、直接重症者を減らす、死亡者を減らすという点で重要なんじゃないかなと思います。以上です。ことをちょっとご説明ください。はい、これ方針としましては、今までクラスターが発生したときに、まあ、積極検査というのはすでにやってるんですけども、それをさらに先ほども保健所長とお話ししていて、これまでは例えば同室の方から検査をして、その次にそのフロアに広げるという何台か、まあ、疫学調査のセオリーにのっとった
検査というものを進めている保健所もありますが、これをできるだけ早く幅広く検査をすると、一例でも発生したときにできるだけ幅広に検査をするということを保健所長とも共有して進めていきたいと思っています。大阪市立大学の掛谷です。今砂川先生ご指摘いただいた高齢者施設ですとか、そういうところの問題ですけど、いくつかクラスターの病院に訪問させていただいたんですけど、やはり基本的な対策というとかですね、やっぱそこが十分ではなくて広がったんだろうなというふうなことがいくつもの施設で感じることがございました。まだですね、物品がその1月2月の第一波の時にもPPE が全くないという状況ではなくて少し増えてるんですけど、それでもまだ十分ありませんという施設がやっぱり多くてですね、そこで先ほど転送ということで DMAT の方が一緒に行っていただいて、 DMAT も協力していただいて、また大阪府から物品が入れていただくんですけど、その前にやっぱりなかったので、そういうこともあったなというふうなこともですね、いくつも経験を見させていただきました。リンクの大和でございます。現場で重症及び中等症の重症化する前の患者さんの対応しておりまして、ちょっとこちらで少しコメントという形で述べさせていただきますと、実は私詳細なデータ知ってるんですけど、ここではエピソードという形でちょっとお伝えさせていただきますと、やはり重症化、今手引きにも載せてますように抗ウイルス薬としてはレムデシビルがございますが、東の方のある都道府県だったりとか、あるいはかなり南の方の都道府県であるとか、そういった先生方に伺って感覚と、私のところに来るような患者さんと見てますと、やはり軽症中等症の初期の段階でのやはりそういった治療がまだまだ不十分だということは強く感じます。でこれを例えば今言ったような東の方や南の方の先生方の話を聞いていると、今そういった患者さんが手遅れになっていることはほぼ少ないよという感じでして、現状見てますと、やはりその辺のところが、例えば重症になってからきちっとした本格的な治療に転送されてすることは大阪かなりきちりできてますので、そこからの死亡率はかなり下がってるんですが、高齢者施設の方の場合ですと、そういった人工呼吸器等の治療を望まれない方もいらっしゃるんですが、そちらが29に対して77と多いですし、そういった中でやはり初期のそういう治療をしっかりすれば実は助かる方がまだまだ不十分で、我々のように重症を見るような病院の前の段階での治療をもう少し行政として何らか のボトムアップ図る必要があるんじゃないかと。でこれをまた別の見方で見渡ると、友野先生非常に鋭いご意見をおっしゃっておられましたが、例えば当院の場合ですと、2週間ぐらい経ちますとそういった薬を使っているともう先にウイルスの方が消えるんですよね。そうしますとウイルスが消えますと、あとでもちろん残念な結果になる方もいますし、やっぱ春からずっと、相関はされて、すなわちそこの、コロナを見る病棟からは出てるんだけども、すなわち人工呼吸器をつながったままになっている患者さんが何人も出てきますが、そこを見る ICU の区画から出ますよね。で人工呼吸器を望まれないという方は残念な結果に、それも患者さんや本人がご納得されることなんですが、そういう肺の線維化の状況が残った患者さんが出てくるんですが、しっかりとした初期に抗ウイルスの薬を使ってやってますと、ウイルス自体消えますから、そのコロナを見る病棟をそのまま満床になるってことはないんですよね。そこらのところにも、結果的に助けたり、あるいは呼吸器を取れないという結果になるかも分かりませんけども、病床という観点からはそこからは一旦でコロナは一旦ちゃんと消えて治療できているということにはなりますので、それのところまだまだ介入の余地があるんじゃないかなというふうに思っております。以上です。医療技術がかなり進歩してきて、患者さんに対するやり方というのは統一されてきていると、重症のところはどこも統一されてきたと思うんですけども、先生おっしゃるようにその中等症軽症のところの医療診療のあり方というのをもう少し統一する方が良いという、これについてはそういうなんていうかな、やり方のガイドライン的な手引きはもちろん出てますけれども、何かそういう、重症化させないような、やり方っていうのを広げる試みというのは大阪府としてはいかがですか。その地域差が出ないようにするというのは、それ軽症中等症かなり幅広い公立病院、私立病院含めてかなり幅広い病院さんに軽症中等症受け入れ協力していただいてますので、そこ の治療ノウハウについて先生方重症を見ていただいている先生方のご協力を得て共有のための
ネット上 のビデオを作成して共有しようということを今進めているところでございます。いや、そこ僕も重要なところだと思うんですけど、砂川先生にもちょっともし分かればお伺いしたいんですけど、東京は感染者数でいうと圧倒的に多いわけですけど、重症者数はそこまで多くないんです。でもこれは何でかってなかなか今回色も議論もさせてもらって、ここ明確っていうのがなかなかないん、分からないところもあるんですけど、その重症に行く前の治療の在り方みたいなのは、その東京の中でなんかこう共有されているのかどうなのか、うん、さっき の山本先生の意見にも関連するんですけど、そのあたりはどうなんですか。東京の方の私はクラスターの発掘とかそういったところに従事しておりましたので、ものすごい勢いでそういった何ていうんですか、若い人たちのクラスターの検査が進んでいた現場は知ってるんですが、ちょっと臨床のところではちょっと先生方のですね、ご意見を参照すべきだと思います。エピソードという観点での発言で控えさせていただきますが、やはり今出たような東の方の県だったり南の方の県ですと、どうでしょう、話を聞いている限りでは重症化しそうなフェーズになるような時にはやはりレムデシビルの何かが、かなり積極的に相当使われているという印象があります。でそれを、この7月8月9月と見てますと、かなり8月から9月で増えてくれるところにはそういった県庁の声がよく聞こえますし、大阪は私が知る範囲ではまだまだあんまりどうなるかなという、印象は強く持ちます、はい、それが全ての答えになっているかどうかは分かりませんが、今やっとエクモネットで大阪と東京今日22でやっと追いついたとかトントンになりましたよね、はい、治療の、はい、やり方とか中身はもう僕は素人なんで、これは先生方にお任せするしかないんですけど、情報の共有とか治療のやり方っていうところのある意味その重症化の手前のところに重症化させない治療っていうのが共有のところをね、ちょっと僕は西村大臣も言ったんですけど、東京でもしそういうのがあるんだったらちょっとこう大阪と共有させてくれと大臣には言って、大臣も分かりましたっていうふうに言ってくれてるんですけど、ちょっとそこの重症になる前の治療のやり方とかマニュアルとかちょっとあるのかちょっと僕も専門的には分からないけども、そこを強化しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、そのあたりはどうですかね。診療の手引きにつきましては山本先生も入られて、実はもう専門の先生方でできているんです。だからそれを現場で臨床の一線で治療に当たっていただいている先生方、受ける病院の80の先生方に共有するということが大事だと思いますので、これはすいません、ご協力もこの専門会議の先生方のご協力もいただいて、そういうビデオ作成も着手しているところでございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そうですね、私どものところも基本的に国立国際医療研究センターさん、国際感染研さんが作った手引きに基づいてやってますので、特別その東京と比べて何か違うことをやってるということは決してないとは思っております。で、やはり当院も最初のうちそんなに重症の方はいなかったんですが、やはりその大阪市内の各医療機関でクラスター、あるいは高齢者施設でクラスターが発生し始めてから、やはり重症な人が来ましたので、やはりその東京に比べるとやっぱりクラスターが多かったというのが重症化した原因であって、それほどその診療の内容が特に今あんまり分かってない診療なので、勝手に独自の治療法とかやってるところってまずないと思いますので、大体標準化されてるんじゃないのかなと、むしろ来たその患者さんの背景の問題だったんじゃないかなという印象は持っております。昨日小池知事も話されたと思うんですけど、東京第一波が非常にお亡くなりになる方も多かった、で第二波はそれほど多くないで、東京の中の分析ではやっぱり第一波非常に施設内感染が多かったっていうのも分析をされてたので、逆に言うと大阪なら逆に第二波が施設内感染が多いので、やっぱり施設内感染を減らす、あるいはその出たとしてもすぐ抑え込める、先ほども少し議論ありますけど、そこがある意味重症化とか命を守るという意味では非常に重要かなと思うんで、ここは僕らもちょっと力入れているところではあるんですが、より一層問題意識強く持ってやっていきたいと思います。あと治療のところはちょっと僕もわからないところではあるんですけど、その標準化というか、さっき篠野先生の話では変わりないということですけども、いろいろ情報共有しながらちょっと進めて
いけたらなと。病院ごとの情報共有がどこまであるのかっていうと、なかなかそんなあんまないんですかね、病院ごとの情報共有というのは。我々感染症内科同士はもうかなりいろんなところで近い存在ですので相談し合いますし、もちろん集中治療の先生方もネットワークはありますし、結構共有できていると思います。重症のところでは70の医療機関ぐらい、重症に行く前の病院ってたくさんあるじゃないですか、70機関ぐらいで治療しているわけですけど、そこで の、 お医者さんの中での治療方法についての、そのマニュアルみたいなのはあるのは知ってますけども、その具体的にこの時期この薬使おうよとか、そういうのはそう実践的なというか、そういうのはある。そうですね、全てやっぱり漏れなくみんながこう共有するマニュアル的なものがあるわけではありませんし、ちょっとそこは限界があるかもしれません。よし、大和ですけど、今白野先生おっしゃったように、こう我々感染症している間の専門でやってる専門医がいてるところは、もうそういう情報共有なり標準治療も標準化でまず問題ありません。そういったことが、例えばこの入院療養重症204名からの死亡は29名、これ僕はかなりすごいと思うんですよ。ですから重症を見るような我々や白野先生とこの病院のところではもう治療は効いてましても非常にしっかりできてて、で抑えられてるんですけど、今知事がおっしゃられたように、こういろんな医療機関さんで今大連合で見てますので、そういったことを踏まえてやはりやっていくのは、我々は今まで少しもっと努力が足らなかったんじゃないかなと思いますので、今知事がご指摘ありましたように、また引き続き頑張っていきたいと思うところでございます。治療ではないんですが、先もちらっと申し上げましたが、クラスター対策の観点でいくと、まずは特に高齢者施設とかそういったところで発生した場合に、陽性でかつ重症度の高い人もどんどん外に出して、そこの病院をできるだけ負荷を軽くしてですね、そこの中でゾーニングとかしっかりしながら感染対策をどんどん進めていって、これが沈下していくのを待つというふうな形が一般的なので、そこの部分 の、 その患者さん の、 その搬送の部分というのはもうその治療の一般的なその普及啓発強化に努めるのとプラスしてですね、そこの部分またよりこう強くしていただくというふうなところが非常に大事だと思うので、ちょっと強調しておきたいというふうに思います。すみません、砂川先生、ちょっとお聞きしたいんですけど、さっき東京で、その最初の日を消すときに、最近 の、 こうこ の、 その飲食店とか若い人たちの中で、むしろ自分たちが被害者だと、で、なんか その、そこに対する検査に行ってもらう機運であったり、そういったものが一つ大きな問題点になっているっていうのは、それに対しての策とか、コートロみたいなのは、今の段階ではあるんですか。いや、大阪では先ほど友先生がおっしゃった通り、最初の段階で火をできるだけ消していくっていうのは非常に重要で、話をいろいろ聞くと、やっぱり飲食はマスクもできないですし、感染症の意識も下がってくると、どうしても若い世代でまずは火がつきやすいと、でそこを抑え込むっていうのは、ある意味行政でも非常に重要な役割になってくるわけなんですけど、東京で多分そこは先行した問題点としてあるのかなというふうに思うんですけど、つまり大阪にもそれやってくる可能性があって、そこについて今解はないというような状況なんですか。何かこういうふうにして対策を取ろうというのはあるんですかね。そうですね、新宿区においても、それから国のワーキングにおいても、一つこれは重要じゃないかと言われているのは、よく情報をしっかり伝えてですね、理解をとにかく深めてもらうというような形で、新宿区の対策なんていうのは、よく対応政策みたいな感じで言われてましたけれども、私も何回か参加しましたけれども、非常にもう2桁に及ぶぐらいの その事業者の人たちを対象にした説明会であったりとかですね、実際にその強制的な形でなく、お店を回ったりするところでの、いろんな意見交換、情報交換とかですね、そういったあたりを、かなりまめにやってました。ただ東京でこれが発生していたときには、もうその発生数が、そういったなんていうんでしょうか、温かい政策でもう間に合わないぐらいのいう形で出てはいたんですが、今になってきて、意思疎通が、ある程度は進んでいるので、彼らのそういった問題意識もこちらに伝わってくるし、これからは非常に有効に働くのではないかなというふうには思っておりますが、そういった点では何て言うんでしょう、温かい政策、それからちょっと厳しい政策、両方必要なんじゃないかなというふうに感じています。飲食店の
専属のそういう対策を立てるところっていうのを一つ今作ってるところですかね。作ってないんですかね。はい、これにつきましては危機管理、休業要請と あるいは相談対応として担っていただいている危機管理がいわゆるチームを作って指導感染対策の指導と今見回りをしていただいてます。ただいわゆる事業者組合さん の代表さんとのやり取りの機会は持たせていただいているんですけれども、この間私も新宿区の取り組みを聞いてかなり業態ごと の代表者みたいな、もうまさに地域に根ざしたコミュニケーションを取られているという実態をお伺いして、これが大阪でできるかどうかというのは大阪市さんともよくご相談をしたいと思います。やっぱり啓発がやはり若い人たち、現場で働く人たち そのこれは何でもないことじゃなくて非常に重要なことだという意識を持っていただくということが必要なので、そういう啓発を続けていく必要があると思います。医師会の重松ですけれども、大阪においては高齢者施設、いわゆる老健とかの高齢者施設で起こったときに、やっぱり積極的な治療どこまでされているのか、そういう話がどこまでされているのか、それが東京と大阪でどう違うのかということによってだいぶこの重症とか死亡が変わってくるのかなと思うんですけども、その辺はちょっと差があるんでしょうかね。では例えば29ページにありますように、これ結構私も新聞社の方から聞かれたんですけれども、前回の専門家会議でもちょっとお話したんですけども、いわゆる重症からの死亡者っていうのは少ないと。これは先ほど山本先生おっしゃったように、もう重症の患者さんに対する医療っていうのはかなり医療技術が上がってきてるっていうことは事実です。問題は重症にならずにっていうか、この場合の重症っていうのは相関するっていう意味が重症に、もうこれコロナ特有の重症の定義なんですけれども、こういう方たち重症にならずにお亡くなりになった方たちはどのくらいの程度見通りなのか、あるいはもう急激に悪くなって重症を経ずにお亡くなりになったかということの把握はいかがでしょうか。これ知事からも宿題をいただいているんですけども、基本的にはもちろん診断された時点でもうかなり短い期間でお亡くなりになった方というのも数名いらっしゃいますけども、基本的にはご家族あるいはご本人との話し合いで送還をされずに亡くなられた方で、この中で非常にご高齢の方あるいは療養型 の病院緩和ケア の病棟等に入られていた患者さんというのがどのぐらいいるのかというのは分析をしてみようと思っています。でどういうふうにしてその60代でももちろんそのご病気が進行されている方もいらっしゃいますし、そういう場合もありますけれども、ちょっとそのあたりをもう少し詳しく、重症化せずにというか、その重症という定義が本当 COVID 専用の重症なんで、いわゆるその重症化にノミネートというか、上がらないうちに亡くなられた方はどういう方なのかというのは一度さらっていただいた方が、吉村知事からもそういうご指示があったのであればよろしくお願いしたいと思います。それから軽症中等症から重症にしないというエビデンスが今のところないので、何でも投与するというのは大事です。可能性があるものをとにかくチャレンジするということは大事ですけども、これはということがないので、だから多分手引きは全国統一でお使いになっていると思いますし、専門の病院はそういうのを見ていらっしゃると思いますけども、何らかもし重症化を抑制する可能性があるのであれば、それは使えるようにしていっていただきたいと思っております。追加なんですけども、医師会にもやはり重症を扱う病院からですね、軽症中等症でどうしてこれが重症の病院に送られてきたのかですね、で聞いてみるとやっぱり悪化するのが怖いと、やっぱりしっかり治療ができてないのかなというふうに思うんですね。ですから山本先生から言われた意見が本当にちょっと今大阪では問題になっているのかということで、やっぱり研修会とかですね、きちっとやっぱり周知する機会を設けないといけないのかなと思ってるんですけど、大阪府はどうぞよろしくお願いしたいと思います。それもありますけど、一つはその今 その療養型の施設とかね、それから高齢者の施設 その感染対策、これをもっと徹底すべきだと思いますね。やっぱクラスター起こってしまってからでは PPE を何倍与えても遅いわけで、その前にやっぱりその
コロナを扱っているその病院というのは感染対策がかなりも厳重にできていると思うんですけど、むしろ逆にコロナを扱っていないそういった施設の方がまだまだその甘いところがあって、そのコロナの感染がもう蔓延しやすい状況になっていると思うんですよね。ですからそのさっきのPPE があのクラスターが起こった時に足らないという話がありましたけど、その前にそういう施設にそういうものを十分与えて感染予防策を十分取ってもらう、これにはその物を与えるだけではなくて教育も必要だと思いますけど、そういうことが今一番大事じゃないかというふうに私は思いますけど。全くその通りで、多分大阪府の方は福祉の方でそれやられてますよね。福祉の方、福祉施設に対しましては福祉部がやっておりますし、医療機関に対しましては保健所を確認して全病院にですね、感染対策、友野先生のご協力も得て感染対策の研修をしたところです。ただ継続する必要がありますので、地域の感染に関する拠点病院を中心にやはりそれぞれの県域で全医療機関での感染 対応力みたいなものを挙げていただく必要があると思います。あともやっぱりそれと検査ができるっていう、そういう、まあ、病院だったら検査割とやりやすいんですけど、施設の方も検査にアクセスしやすいようにしておいていただければと思いますし、もっともっと進んでくると例えば定期的に検査ができるとかですね、そういうふうな状況も作れるかと、まあ、今のところまだ PCR はとにかく症状のある人たちに優先的にということでございますけども、そういうことも将来的には視野に入れて、まあ、もちろん検査だけではダメで、やっぱり日頃の感染対策、教育、そして PPE というやっぱこの3点セットでやっていくべきかと思いますので、どこか欠けたら必ずまたアウトブレイクというかクラスターが出る可能性があります。私歓楽街ワーキングで昨日とついと沖縄の方に行っておりました。で沖縄で、まあ、特筆すべき点はいわゆる向こうも歓楽街でスタートしたんですけれども、いわゆるその社交飲食組合とかですね、そういったところの代表の方々と、それから県とか市の医師会の方々が、まあ、それぞれ情報交換を直接やり取りをして、そこが行政に働きかけて数千人規模のですね、大規模な検査とかの実施とか、それから町を挙げてのその対策をして、なぜかというとやっぱり観光で成り立っている地域なので、もうこれでもうこの町のイメージが悪くなったらもうアウトやというふうなことで、もう必死でやっている状況があったりしました。なので、まあ、そういった意味ではぜひ大阪のですね、そういった地区の方々のいろんな代表の方であるとか、そういった方々にも問題意識を強く持っていただいてですね、連携してやることで前向きな良いメッセージが出せると思うので、ぜひそのあたり伝承していただきたいなというふうに思います。第1波第2波の解析から次の一手というのが大事で、解析することよりは次に何をするかということが大事ですので、ここから分かったことをもとに重症化予防も含めて、あるいは重症の人をレスキューするということも含めて、で広げない夜の街、あるいは施設、そういうところで広げない実際の方策というのをぜひ考えていきたいと思いますので、大阪府さんの方でもそこそこを実現できるように、いろいろと進めていただければと思います。よろしいでしょうか。そうしましたら今後の対応ということで、議題の2でございます。今冬に向けた検査体制整備計画等につきましてご説明をさせていただきます。資料2をご覧ください。今後第1波第2波を経まして、今後のインフルエンザ流行に備えた体制整備が重要になってきます。資料2の1枚目は国で示された方針でございます。8月28日に医療資源は重症者に重点化ということと、インフルエンザの流行期に備え検査体制、医療提供体制の確保、拡充を行うということ、またその下でございますが、かかりつけ医等の身近な医療機関を相談受診して、必要に応じて検査を受けられる体制を10月中を目途に整備するということ、あるいは相談等につきましても、身近な医療機関で相談を受ける体制を整備、それら診療
検査医療機関として指定するといったこと等が示されたところでございます。この全体方針を踏まえて今後どういったことが想定されるかというのが2ページでございます。今後、例年ですと11月以降インフルエンザの流行が想定されます。そのインフルエンザの流行に伴う検査の、件数について試算したのがその表でございます。試算の前提といたしましては、昨シーズンのインフルエンザの推定患者数をもとに試算をいたしました。その薄いところが昨シーズンのインフルエンザの発生患者かける検査数を倍といたしましてをプロットしたものです。それに上乗せしております黒の部分が、今回の第2波のピークが255名でした。これを陽性率、これまでの平均陽性率 5.8 ですので、ここから割り戻して4400件程度の検査が必要、あるいはこれだけ感染者が出ますと濃厚接触者も相当数出るということで、そのコロナの検査需要数ピーク時6300件というものを上乗せしています。これあくまで試算でございますが、そうなりますとインフルエンザとコロナ、発熱しますと症状の見分けが初見ではつかないとされております。去年の発熱患者の推移に従いますと、1月の第2週に1日あたり2万件のインフルエンザ、コロナの検査の体制が必要であるということが想定されます。ただ2万件の検査いたしますと一定の陽性者が出ます。陽性率が一番下でございますが、万が一 5% の陽性率となりますと1日あたり陽性者が1000人出ると、そうしますと濃厚接触者は1日あたり5000人出るということが想定されます。もちろんこれが 2% でありますと陽性者400人、その、濃厚接触者、2000人という想定をがされるところでございます。こういった冬に向けての検査体制を拡充をしなければならない、これはする必要があると考えております。そのことによって陽性者を今後さらに多く捕まえて陽性確定してされるということが想定されるということで、3ページでございますが、今後どういった検討が必要かというのを4点挙げております。まず1点目、検査体制の抜本的な拡充が必要であるということ、これは後ほど資料3で、まず地域の医療機関における相談診療検査体制の構築、ピーク時1日約2万2000人に向けての構築について本日ご議論いただこうと思っています。この本日のご議論を踏まえて10月中旬には、検査整備計画を策定しようと考えております。取り組み2でございますが、現在保健所の方で最大255件の陽性者の対応に当たりましたが、これがさらに大きく陽性者が出るということになりますと、保健所業務の重点化が必要になってきます。その重点化の方向性についてもご議論いただきたいと思っています。さらに医療提供体制についても、先ほど友野先生のご意見もありましたが、見直しが必要ですが、これは中旬以降協議会で議論をさせていただく予定です。またこの1、2、3の取り組みによりまして、現在の大阪モデルの前提にしております、例えば検査の陽性率でありますとか陽性者等の前提がさまざま変わってくることになりますので、これらの方向性が定まりましたら、大阪モデルにつきましても見直しをしていきたいと考えております。これらの前提を踏まえまして資料3でございます。まず検査体制整備計画の基本的な考え方についてご説明をさせていただきます。資料3の1ページをご覧ください。繰り返しになりますが、基本的な考え方ですが、10月中を目途にかかりつけ医との身近な医療機関等を相談受診し検査を受けられる体制を整備するということと、診療者や帰国者、接触者外来等も含めて診療検査機関として、大阪府が指定するということ、それと相談体制につきましても、現在、行政サイド、保健所を中心に相談体制を組んでおりますが、身近な医療機関に相談できる体制を整備するということ、等方針が示されているところでございます。で、一番下の検査体制についてでございますが、発熱患者の検査につきましては、抗原のいわゆる PCR 検査に加えまして、抗原の定性検査、いわゆる簡易キットでの活用を行うということで、本日付で通知が参りましたが、鼻腔検体、いわゆる鼻先の検体での
簡易キットでの陽性判定が有効と、厚生労働省の方で承認をされたところでございます。このキットを活用した検査体制の抜本的拡充を図ってまいりたいと考えております。その上にあたりましても試算の前提につきましては先ほどの繰り返しになりますが2ページでございます。大阪府案といたしましてはどの程度の検査数が出るかと見込みにつきまして、まず1点目、新型コロナウイルス固有の検査需要に関しましては、今後ですね、これまで最多の255名を前提として陽性率がこれがさらにこの時は陽性率高かったんですが 5.8% 程度の陽性率と仮定して濃厚接触者も含めて現在3000件ほどの3500件の検査が可能ですが、これを6300件まで向上するということが1点と、2点目、インフルエンザの流行に関しましてはインフルエンザ患者につきましては昨シーズンの発熱患者数をベースにピーク時1万6000件と見込んだところでございます。合わせましてピーク時には1日あたり2万2000件、これが順次増えていくという想定をしていきます。一方、ここはご意見いただきたいところなんですが、3ページご覧ください。国から示された試算式の考え方では、実は昨シーズンはすでにコロナの影響があってインフルエンザ患者が少なかったのではないかという前提のもとで、昨シーズンを除いた一昨年から の4年間を平均したインフルエンザ患者数をベースに必要な検査体制を試算せよという試算紙が来ておりますが、この試算に基づきますと、実は大阪では1日あたり3万4000件の検査需要が見込まれるという試算式になります。これ非常に多い検査数になるんですが、これ2万2000件という目標でもかなりの高い目標であります。またすべての方が今感染対策、マスク、手洗いと取っていただいてますので、昨シーズンのインフルエンザ発熱患者数をベースにしても問題ないのではないかということで、不安としては昨シーズンの発熱患者数をベースとした目標値にしたいと考えております。4ページご覧ください。全体の診療検査体制でございます。相談診療検査体制を左上でございますが、かかりつけ医さんを含めて全体的な体制の底上げを図るということで、かかりつけ医さんの中で診療検査医療機関になっていただくところを指定いたしまして、患者さんからの発熱患者さんからの相談があった場合には、ご自身のところで検査を行わない場合はそこにご紹介いただくと、あるいは病院の方でも帰国者接触者外来、あるいは府内34箇所の地域外来検査センターがございますので、そういったところにもご案内いただくと、ここはもう保険証を介さずに、検査場をご案内いただくということを想定しております。保健所の方では府内20箇所でドライブスルーの検査場を運営しておりますので、保健所の方からの受検調整はドライブスルーの検査場を中心に検査調整をさせていただこうという案です。5ページをご覧ください。これを患者さんから見たときにどういう流れになるかなんですが、発熱患者さんがいらっしゃった場合にかかりつけ医さん等にご相談をいただくと、でその時にかかりつけ医さん自院で検査が可能な場合は事前予約の上自院で検査をしていただく、で自院で検査をされない場合は他の診療検査医療機関にご案内いただくということを想定しています。この診療検査医療機関につきましては時間帯や動線を分けて感染対策を取っていただくということでございます。またこの診療検査医療機関につきましては公表の可否を調査の上原則医療機関名を公表するということを考えております。またかかりつけ医さんで相談を受けていただくんですが、かかりつけ医さんがない場合でありますとか夜間休日につきましては、そういう特定の役割に重点化いたしまして保健所の方で受診相談センターを開設させていただくということを考えております。こういったフローになります。で検査体制の方ですが、6ページをご覧ください。本日付で、通知が来まして新たな拡充体制でございますが、インフルエンザ新型コロナ
ビクヌグイの抗原簡易キットでの検査が可能となりました。そうしますと20分から30分での結果判明が可能となりますので、結果判明までもし院内もしくは、院内を中心に待機いただいて、陽性の場合は保健所の方に発生届を出していただくと。で、先ほど見ていただきましたが、自宅療養者とりわけ若い方につきましては非常に軽症の方が多いということで、そこで自宅療養対象者にはかかりつけ医さんの方で自宅療養という療養者の基準をお示しいたしますので、自宅療養を伝達いただいて療養方法を伝達いただきたいと考えております。その他の入院宿泊療養対象者については保健所にご連絡をいただく、あるいは同居家族への濃厚接触者への診療検査を勧奨いただけないかという想定検査体制でございます。7ページをご覧ください。こういった方向を考えておりまして、今後11月まもなくインフルエンザの流行期がスタートいたします。非常に急がれるところでございますので、指定の流れといたしましては、府からすべての、眼科や美容外科さん等を除きまして、すべての以下診療所、今、季節外来を開設されていない病院さんも含めまして、診療検査の可否についてお問い合わせをさせていただきます。で、検査体制と1日あたりどの時間帯、何件ほど可能かということも問い合わせをさせていただいて、指定をさせていただこうと思っています。スケジュールに関しましては、10月の下旬までにはそのご意向 の集計をしたいと考えております。公表につきましては左下でございます。ご意向を確認の上、同意を得られた診療検査医療機関につきましてはホームページ等で公表をさせていただきます。ただし ある検疫に一つだけ公表医療機関があるとになりますと、さっとするといったことがあってはいけませんので、公表医療機関数と地域ごとの分布を考慮して方法については検討いたします。また診療機関名は出さないでくれという医療機関さんがあった場合でも、保健所ごとの数ですね、一体お住まいの地区で何医療機関で検査ができるのかというのは定期的に公表をさせていただこうと考えております。また最後のページは国でから示されております検査の対象者と検査方法です。核酸検出検査、いわゆる PCR、 ルミパルス等によります定量の抗原検査、簡易キットによります抗原検査につきまして、有症状者の方につきましてはいずれもこの簡易キットでの検査が本日付の通知で可能になったという状況でございます。非常に今後の感染対策につきまして非常に重要な検査体制の拡充という内容でございますので、よろしくご意見のほどお願いいたします。1点、これは非常に重要な問題なんですけれども、検査は安全キャビネットの中でやらなければならないというふうにされておりますので、クリニックには安全キャビネットがございませんので、ここにございますように駐車場等の外気中でやるのは PPE を N95 マスクとかにして検査するのはよろしいんです。室内での検査は安全キャビネットがない場合はインフルエンザの抗原検査にしてもコロナの抗原検査にしてもやらない方がよろしいということになります。すみません、すみません、事前にご意見いただいていて、先ほど確認を取らせていただきました。簡易の現在販売されている2種類の簡易キット抗原定性検査につきましては、バイオハザード対策を講じてくださいという添付文書にはあるんですが、感染研等にも問い合わせましたところ、検査の実施にあたって安全キャビネット の必要はないというご回答をいただいております。これから診療所等で簡易キットで検査をしていただくにあたって、安全キャビネットを必須にいたしますと、いわゆる両方の検査というものができないのではないかと。で、専門家、国等にも問い合わせさせていただきましたら、その必要はないというご回答をいただいているところでございます。安全キャビネットがあるかないかよりも、もし患者さんが1人来たら、その診療所はもうそこをまた消毒しないといけないんです。
その中で1日5人や10人や20人や見るということは、これは一つ問題点ですね。でこれは花神駅で両方やっていいということなんでしょうかね。鼻腔拭い駅ということは花神駅で両方やってよいと。私の研究でございますので話させていただきますと、今回の検討では花神鼻中はまだそこまで症例が集まってませんので、鼻腔鼻の手前です。ただ花神鼻中が取れている検体で鼻水が十分に出るようなものでありましたら、花神鼻中が出ているものについても同じような結果が出ているんですが、まだ花神鼻中までを認める方針までは厚生労働省としてはしていないということでございますので、鼻の手前という形でございます。それから患者さん自身にやっていただけることが利点ということで、唾液はもちろん患者さん自己採取できるんですが、抗原キットを使えないというデメリットがありますので、その鼻咽頭と唾液の間という感じでございます。はい、付け加えさせていただきました。はい、ありがとうございます。となるとやっぱりちょっとなかなかかかりつけ医でやれというのは非常に難しいということと、それから保健所の重点化と言われますが、これはやっぱり二類感染症ですよね。相当の指定感染症であることはやっぱり保健所の対応というのは一番大事になります。確かに手が足らない、人数足らない、分かってるんですが、やっぱりそこは患者さんがもし何か起こったときにすぐ保健所が入っていただけるという保証があれば、我々はすぐにかかれるということであります。私たちはとにかく、シートもフートもしっかり契約を結んでですね、やっぱりそこはやっていきたいと。でここに保証は何もなければ、おそらくかかりつけ手が挙げません。で何千件、1700件、2000件の手を挙げなさいということも言われてますが、なかなかこれは上がってこないんではないかと思います。ここもちょっと議論をさせていただかないと、なかなか非常に難しいんではないかなと。これ医療関係者みんなそういうふうに思われると思いますね。で今開業している人は医師、ドクター1人、看護師さん1人でやっているところもありますし、ビル診療でやっているところもありますし、だからちょっと離れたところであれば、これは駐車場もあり、診察室も広くあり、個室を取れるといったところもありますし、出口、入り口がありますから、そこでなんとかカバーできるんですけども、本当に入り口一つというところでこれをやれということは、本当に時間的に分けてもなかなか、もし一人出たらそこの消毒どうするのというふうなことにもなってきます。そうなるとなかなか手が挙げにくい。で私たちは秋冬に向けては、これはもう本当に医療機関全部一致団結して協力していかねばならないと思いますが、そこのフォローがないことにはなかなかそこは難しいかな。これはもう藤井部長とも話をずっとさせていただいて言ってきたことでありますので、一方的にこれやりなさい、あげなさいと言うて、なかなかあげにくい問題があるのかなと。ここはもう少し詰めていただければなというふうには思うところであります。山本先生、ちょっとご質問したい、質問したいんですけど、抗原検査、これは、国でも20万か、40万ですかね、20万です、20万準備して、この抗原検査でやると、さっきの鼻紙のやつはまだそこまでいってないけどもっていうの、この抗原検査のやつは、患者さん本人が自分で鼻にこうちょちょっと入れてやるのか、お医者さんが、そういう防護服を着て、やるのか、その検査の具体的な方法としてはどうなるんですかね。ございます。これは何も定性、抗原定性検査だけに限ったものでは全くなくて、鼻の手前の鼻腔の検体を取るということですが、もちろん鼻腔検体を PCR に回してもいいし、抗原定量のルミパノスにより正確なお客様に回していただいても全然結構です。それまで1点確認です。それから、鼻の手前は2センチほど行って、今、実は昨日厚生労働省と、それからメーカー側と今動画っていうのを我々今作成しておりまして、で患者さんに自ら取っていただく、2センチほど入れて、そこで5回転を落として5秒ほど、いわゆる検体をしっかり取れているかどうかということは、湿潤をしっかりすることが大事なので、一番のポイントはやっぱインフルエンザとの鑑別ですから、インフルエンザとコロナの症状の違う一つだけなんとか無理無理上げろと言われたら、それは鼻水の強さ出るか出ないかと思うんですが、インフルの患者さんですと鼻水かなり出ますが、コロナの患者さんですとなかなか鼻が出る場面もあるんですが、その両方の症状がある方については本当に簡単に取れるんじゃないかと思うんですけども、自分でこう2センチほど入れてんで5回転して湿潤する検体を見ると。ただその時に勝手に患者さんがやると、もちろん鼻こすりますので血が出ることもありますから、今は医師らですから、医療従事者の監督のもとでということですから、厚生労働省もここはきちっとやっぱりかかりつけの先生方にしっかり監督がやっていただきたい、広めたいという人がございますので、メーカーとそれぞれ別々ですけど動画を作ってという形でやってるところが今現状でございます。よろしいでしょうか。かかりつけ医の先
生に監修をしていただきながら、まあ、患者さんがやったり、まあ、赤ちゃんと小さい子は多分お医者さんがやるんだと思いますけど、まあ、それはもちろんそうだと思うんですけど、でもここで、まあ、国の方針でも示されてますし、それから、まあ、秋冬同時のインフルエンザ対策という、インフルエンザとの同時流行というのであれば、同時に検査しないとやっぱり意味がないし、まあ、そういった意味では、ここはかかりつけ医の中で、まあ、全員とはなくても、やっぱり協力していただけるところには協力していただかないと、この検査数には到底達しないし、目的も達成できないのかなというふうに思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。そういう意味ではですね、我々考えているのは、まず患者さんが来られたら、鼻かみ液でインフルエンザのテストをします。そしてそれで、これはインフルエンザかなと言えば治療をしていくということと、もしそこにコロナを疑うということであれば、唾液をですね、これは友野先生からご指導いただいたんですが、綿花を口に入れて2分落としたまして、それで注射器の中に入れて、それを絞り出した液を PCR の抗原定量、または PCR 検査に回すということで、その1日2日の間に結果が出てくるので、その結果を出てきたら、保健所に通知をして、その後の対応していただくということを考えてます。で、患者さんをできるだけ、まあ、診療所の中に そんなに入らなくてもなんとか行けるところはしっかり手を挙げをしていただくということを考えてます、まあ、その中で、まあ、これは行政検査ですから一応、契約を集合契約を取っていただく、まあ、その中に、まあ、医療従事者に、負傷とか、そういうことがもし起こればお互いに協議をして対応していただくという文書と、実は非公開という文書を入れてます。医療機関のこれ公開にしますとかなり混乱が出てまいります。ですから内輪で知っていることはいいんですが、横の連携取れるのはいいんですが、やっぱり一般の市民にこのどこがやっていることが分かれば、これは非常に混乱が起こってくるということがあるだろうと思うので、その方向で大阪府さんには投げてるんですね。で、医師会としてはこの方向であればリスクもある程度、我慢できますし、なんとかいけるんではないかなということで、おそらく入り口出口が分かれてるとか、部屋がなんとか一つ取れるといったところは手を挙げていただいて、できるだけ協力していこうということで対応してるんです。で、そういう方向でいってどうでしょうかね。感染症学会のこの COVID-19 とインフルエンザの同時流行に向けての対策っていう提言が出ておりますが、そこにもこういろんなフローチャートがありまして、今先生おっしゃられたように、鼻かみ鼻中であって、でインフル で同時流行も、まあ、いろんなデータ幅ございますが、まあ、2% から 40% といろんな方向ございます、まあ、平均5から10ぐらいあると思うんですけども、それで陽性出て、で様子見ると陰性だった時に唾液でも全然いいと思います。で、まあ、そこまで鼻かみ鼻中出るのであれば、その鼻かみ鼻中で十分抗原キット使えると思うんですが、ちょっとすみません、これは私の今後の努力で、まだ研究を引き続きインフルエンザとの時期がなった時にそこへ検討中ですので、もうしばらく厚生労働省に認めていただくデータまでお時間いただけますでしょうか。はい、これはインフルエンザとコロナとね、やっぱ同時に検査できないと難しいと思いますね。そうしないと、その2度でも3度でもが起こるようなことではなかなかスムーズにこう体制が組めないと思いますよね。で、私一番気になってるのは、実は院内でも感染対策委員会のしょっちゅう開いてるんですけど、ほんの昨日ね、当院でね、このコロナ の抗原というのは偽陽性というのが結構多いので、この抗原で測って陽性と出ても必ず PCR を取れと、そういうふうなことが院内で決まったんですよ。それほどこのコロナのこの抗原検査というのはまだまだその偽陽性が多くて当てにならないんじゃないかというふうな話、昨日院内で決まったばっかりなんですが、今日なんかこの厚労省の方でこういう検査 OK となったらしいんですけど、これは大丈夫なんですかね。有症状の場合は大丈夫と、有症状で9日以内ですね、この9日以内の時は大丈夫だと。分かってるんですけど、この陽性というのが、特に子どもの場合は、陽性と出ても、実は偽陽性と、その抗原検査で国が承認した場合には、逆にですね、抗原検査で届け出陽性として確定してよしとなっていますので、逆に抗原検査をしてPCR、まあ、念のため検査、行政検査でない病院負担の検査としてされるというのはあるかもしれないんですけれども、行政検査としてはどちらか一方になります。同じ液で同じワンレンジはできませんけれども、インフルエンザの方とコロナと
ピッですか、ピッピッとやっていただきます。それでいきますから、そこは二度手間にはなりません。ただ、重松会長がおっしゃられたように、微重を持ってきていただいて使って、またそれが今正式に認めていただいてないので、コロナに唾液を使うとなると二度手間になると。ですから、鼻腔の一番の最大のポイントは、感度は若干落ちることはあるんですけども、医療者が PP の問題は少なくできて、ね、実際見てるわけですから、見てるだけですのでね、ビデオ動画も普及させますし、 PP を使わなくて済むし、暴露も抑えられる。で1回で済ん でインフルエンザとコロナを同時にできるという、まあ、一番折衷した案になっているというところですので、はい、そうだ、僕もやっぱりインフルエンザとコロナっていうのは同時に検査するっていうことにものすごく重要な意味があるのかなというふうに思ってて、まあ先ほど大和先生も少し話ありましたけども、そのお医者さんに2次感染するリスクというのは最大限抑えるというので、まあ、監修もしていただければ基本的に本人にとってその場で検査ができてですね、そしてまあそれ国の基準でもそれが認めるということであれば、その唾液による検査でまた何日かかけてとかではなくて、その抗原検査キットでかかりつけ医の先生方に見ていただければ、これ同時検査もできますし、そうじゃないと現実的になかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、そこは医師会ではお願いできないものなんですかね。いや、要は検体取るときにリスクがどの程度あるかということで、その備前提であって、その本当にそこで鼻水が出てて取れるということであれば、それで検査をしていくようにはします。から2日から9日の間でとかね、いろいろありますし、症状があって検査すればそれはいけると思うんですけども、やはりうちでもやっぱりかかった先生がどの話聞くと、本当になんでこれでかかったかよくわからんというドクターもおられてですね、で2週間休まないかんかったと、何の保証もなく休んだんで、これも大変なこと聞いておりますんで、それがやっぱり広まってしまうとなかなかみんな手が挙げにくいということがありますので、そこはやっぱりきちっと、まあ医師の裁量権でどちらでやるかですね、鼻紙液でやるか唾液で取るか、唾液取るのも決して外でやってもらって、で注射器に入れてもらって絞るだけですから、あまりそうリスクはないと思うんですね。だから結果は1日2日かかるにしても、やっぱりきちっとそれは検査するわけですから、やっぱりその対応も大事かなと思ってます。何も同時に1回取ってやらなあかんということではないと思いますし、で小児科についてはおそらく子どもさんについては、お家の家族の方々に発熱者がなければ、まあほぼそう問題ないということで、今小児科でも鼻腔の拭い液を取って検査をしてもらってますので、多分その方向はいけると思うんですね。ですから、まあ、それを考えると、ただ我々が心配しているのは、まあ、検査しました、患者さんにも治療しました、ただ夜悪化したときに電話がかかる、でそれがどっかの病院に紹介しないといけない、で家族に指導しないといけない、これ我々にとっては非常に厳しいんですね。何もコロナインフルエンザだけじゃないんですよ、他に糖尿を見てて高血圧を見て、いろんな患者さんを循環器の患者さんを見てますので、その中でそういう患者さんに対応できるのはなかなか難しいと。ですから保健所か保健所に準じた機能を作っていただいて、フォローしていただくと、患者さんので、夜にもし何か悪化したときにはそこへ電話したらすぐにここへ入院できますからという対応していただければ、そういうので後押しをしていただいたら、私たちは手を挙げをしやすいということなんです。だからそういうことの対応をできるだけお願いしたいなというふうに思うところなんですね。でこれずっとずっと大阪さんにもお願いをしてお話をさせてきてもらってるんですけども、はい、自宅療養者6ページをご覧ください。自宅療養者 の条件、例えば若い方で症状が軽い方、基礎疾患がない方には自宅療養という伝達をかかりつけ医さんからしていただいて、その症状が悪化した場合の連絡先として、いわゆる緊急相談センターというものは行政の方で設置をしてフォローをしようと考えております。ということで、今重松会長がおっしゃった自宅療養者のその後の健康観察までかかりつけ医が見るのはいかがかという点につきましては、行政の方でも一歩踏み込んで対応させていただきたいと考えています。ただ1点、先ほど重松会長おっしゃった先にインフルエンザの検査をして、その結果が出てからということなんですけども、万が一陽性の方の場合、インフルエンザの検査をするだけでもいわゆる感染リスクはありますので、やっぱり
今ご意見がありました同時検査の効率性とかというのは あると思うんです。ここはだからインフルエンザの検査をするだけでリスクが上がるということで、逆に発熱患者さんがインフルエンザの検査も受けれない、コロナの検査も受けれないという事態にならないように、ぜひその検査方法について、簡易キットではなくて唾液を取るかかりつけ医さんが出る場合もこれはあると思うんです。念のために時間はかかるけども、それを検査会社に出して PCR で検査するという診療所さんも出られると思うんですけども、ぜひこれの同時に検査をするということのご理解をできるだけ幅広くいただけたらなと思います。ですから備前提の確率で精度ですよね。だから鼻かみ液でいけるのか、その鼻でちょっと取ったやつが本当にそれで OK になるのかどうかというのは、我々にとったらまだそこまでは分かってないですし、そのどうしても今までのニュースを見ると精度は落ちるというふうに報告されてますので、そこのところちょっと医師の裁量権としてはなかなか難しいかなというふうに思います。今までやっぱ今回組み入れられた症例が、まあ、今グレンタ流行ってませんし、やはり鼻中っていう症状が本当に出にくいんですね、コロナの場合ですと。ですから本当に鼻カピカピでも思っている以上に出るなという実感でして、ですから鼻水が出るような、あるいは鼻中液で取れるような患者さんは実は全て全く今回オープンにはしてませんが、ちゃんとウイルスちゃんと見つかるんですよね。ですからインフルエンザと鑑別に使うような患者さんであれば鼻の手前もう鼻中でも全然問題ないと思います。あと一点、もう一個感染症学会からの提言にはありますが、今重松会長おっしゃられたような、インフルエンザが十分に流行しているような状況であれば先にインフルエンザを測って、違えばコロナという流れになっているんですが、その3つ山があって真ん中に今柿谷先生も今述べていただいてますが、 COVID-19 がおそらく今回南半球の推移だったり、あるいは現状の北半球の推移だと皆さんご存知のようにもうほとんど抑えられてますでしょ。感染対策マスクだけじゃなしにウイルス干渉の問題もあるんではないかということで、そうすると COVID-19 の流行る可能性があるので、まず COVID を疑って検査、それが違った場合に行政の議員制なのか、あるいはインフルなのかという形があるので、鼻中からインフル行ってそれで動向になってまた唾液マスとなると、ちょっとまた時間のロスとかなると、大阪でもかなり第2波では診断から入院までが 6.1 日で第1波の 7.8 より減ってますが、これ NCGM から国立国際医療研究センターから出てるデータを昨日ですが見てますと、診断から、発症から診断までが 5.1 日ですから、国に比べて1日遅いんですよ大阪ね。そうすると 6.1 日ですと潜伏感が5から6ですから、もうその人が分かった時にもう隔離かどうかの時にはもう誰か移っちゃって、その人がもう出てる状況になってます。いつまでたっても感染の連鎖取れないですよね。意外とやっぱ1日2日って大きいので、そういった流れと、それからあともう一つはまたホームページにご覧いただけると分かりますけど、両方生えているときにはやはり同時にということがあるので、まあ、極力やっぱりほぼ同時にやっていただく方でご苦労いただいたらどうかなという感じがいたしますので、お願いいたします。ですから今言われたように鼻水でねある程度取れるということであれば、それは両方一緒にやられたらいいと思います。でそれがOK であればそれでやっていきますけども、ただインフルエンザが流行るかどうか、まあ、経過を見たら分かりますのでね、本当にインフルエンザいらないかも分からないです、はい、だからそういうことも分かってますので、それはやっぱり患者さんを見て、これやっぱり医師が普段の診療をですね、例えば今までやってきたことを普通にできるようにしたいわけですね、医師会としては。だからかかりつけ医が今までのインフルエンザに対して、感染者発熱の患者に対してやってきたことが普通にできればいいと、それであればちゃんと手上げをするということで進めてます。ですから今言われたようにインフルエンザ流行ってなければそんなことはする必要はなくて、すぐ COVID で回したらいいわけですけども、ただ今ルミパルスの検査機器がもし入れば、これはもう1時間も2時間もすれば結果出てくるわけですよね。本来ルミパルスですと、今回私のデータでもビントとビクの位置率9割いきますので、ルミパルスはかなり感度いいですよ。そうですよね、はい、だからそっちの方へ回してどうかなというふうに思ってるんですよ。すぐ唾液を取ってで出しても、そのルミパルスで今大阪に35台ほど入ってます。その多分20台ぐらいやってもらってると思うんですけど、それを全部使える方向にしてもらうと結構抗原の定量検査できるんではないかというふうに思うんですけども、それも結果は会社の結果はですね、本当に数時間で出ると言ってますから、報告に1日2日かかるだけで、そこをなんとかうまくやれればですね、短くできるんじゃないかと。だから そんな5日も6日もかかるわけはないので、やっぱりその方向でいけないかなというのもちょっと思うんですね。それは精度の問題で。ちょっとよろしいですか。
先ほど佐々木先生もご心配されてた、まあ、行政の問題ですけど、これについては厚生労働省や富士レビューの方と僕も昨日も協議を重ねてますが、インフルエンザのキットが初期に出た時も同じような問題があったということで、やはりこう主義の問題があるんですよね。しっかり検体を流すまでの、そこについてはまたさらに注意喚起の文書を近々メーカーから出すというふうにお答えをいただいてますし、また、疑義が生じない症例があれば検体を送っていただきましたら十分に中和抗体等で検査をして本当にどうなるかどうか。で、僕が大阪府さんからご相談を受けてみた症例では、やはりある病院の勝利のデータでも7例か何例ですが、全てエスプラン陽性でしたけども外然性が低い方で発熱で行って、でルイパルスだと全部陰性ということですから、やはり交差、非特異的な交差しているわけでは最もなくて、何らかのものが主義的なものなのかどうかの出ているし、総合さんも同じようなことだと私聞いておりますので、ルイパルスだとそれはないんですが、ただそれを先生どうですか、現状大阪さんと、ね、すぐ出るって、まあ、難しいんじゃないかと思う。我々の病院だとすぐできるんですが、ルミパルスは あれも不活化しないで測っちゃうんですよ。だから測定って結構リスクがあるんですよね。だから検査室もしっかりした検査室じゃないとできないんですね。で、その先ほど その本当にアンキャビ使わなくていいって急に今お聞きしたんですよ。昨日までは返事がなかったんですよ。それ簡易キットの方ですかね。ええ、だから簡易キットで抗原検査でアンキャビ使わなくていいというご返事今いただきました、はい、根拠は必ずしっかりと確認した方がいいと思います。で、いや私が危惧しているのはやっぱり医療職の方、特に看護師さんが検査に当たられるんですよね。で、WHO もそれから、これは臨床微生物学会、臨床検査医学会もアンキャビの中で抗原検査はやれって WHO のガイダンスでも言ってるんですよ。で、それが、厚労省に私が聞いた時でも やっていいとは言え、アンキャビの外でやっていいとは言えないというご意見を今まで聞いてたのか、今日急にアンキャビなくてもいいよっておっしゃってるとしたら、その根拠はしっかりとやっていただかないと、私はやっぱりやっていただく看護師さんを守る必要がありますので、検査技師さんとかそういう方をしっかり守る必要がありますので、そこはもう確実に本当にアンキャビなしでやっていいという根拠はどうなのかというのを確認していただければと思います。さらに先生、面灸よりもですね、ストローでやったらもっと早く取れます。もっと安全に取れる方法があります。だからそれ工夫次第で唾液を取ろうというのは、唾液を角質するというか排出するというのは結構その飛び散るから嫌だと、でも確かに飛び散る、外が汚れるかもしれません。で、綿花法というのをちょっと最初提案させていただいたんですけども、今判断はストロー法にしてます。タピオカ用の大きなストローを加えて試験管の中に唾液がだらっと流れていくようにすると、ほとんど汚染せずに取れますので、唾液はそれでいかれたらいいかと思います。ともう一つは、その同時にやることの意義と1日2日遅れることの意義ということもあります。で、今コロナは実際に1日2日遅れて診断しております。そうすると7日目ぐらいに診断されてしまって、もう10日すると普通は症状なければ、もう特に隔離する必要はなくなるということで、診断もできるだけ早くした方がいい。それが1日2日早いことが意義があるかということですね。もちろん感染を起こさないようにするためには1日でも2日でも早く見つけた方がいいと思います。だからそのあたりの同時にやるべきこと、同時にやるときのメリットは、その1日2日の短縮というののメリットはどの程度あるのかで、現在は今すでに PCR は外注、あるいは自分の病院でやるときでも1日ぐらいかかって結果を出しているということがありますので、そのあたりのが本当に早い同時の方がいいのかどうかということ。ただ今日お聞きしてて、いろんな方法があるなっていうのが分かったっていうのが、逆に重松先生なんか自分のところはこうするよ、他のところはこうしていいよっていう選択肢があるっていうことが、僕はむしろ大事なんで、今いろいろ議論されてて、鼻かみ液、鼻腔、唾液というふうないろんなもので、いやいや鼻かみ液がいいんだ、唾液がいいんだ、鼻腔がいいんだっていう議論ではなくて、それぞれのクリニックで自分に合った方法で参画していただくっていうことがむしろいいのではないか。そういう意味で言うと、今日いろいろご意見があって、さまざまな方法がいろいろある。唾液の取り方も工夫次第ではすごく安全に取れることもありますので、自分のクリニックでできること
というのを医師会の方でやっていただくということが大事なんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございます。医師会としてはもう常にそういうことを考えて、自分とこの医療機関環境を考えてできる範囲で手を挙げていただくと、まあ、その中できちっと行政検査の集合契約も交わしていただいて、でそこでこれでできますよということであれば、もうみんな手を挙げてくれると思いますし、我々としては普段やっている診療がそのままできるようにしたいんですね。でやっぱりその余分なことをさせられるとなると、これはどうもみんなその保健所の機能を肩代わりされているとかですね、そういうふうに考えてしまうんで、そこはきちっと診療にその精神を集めていきたいということで考えてますんで、その辺はよろしくお願いしたいと思ってます。どうぞ。ちょっとまず議題がまだ保健所のやつがあると思うので、保健所のを進めてまずこの合わせて議論した方がいいんじゃないかなというふうに思います。で保健所もある意味マンパワーが無限にあるわけではないので、じゃあ2万件の検査をするっていう時にですね、あれもこれも保健所にやれと、じゃあ保健所はやりますと、でそれで人数も我々も今増やしてやっていってますけども、外注したりもいろいろやってますが、結果もしそれで感染っていうのはコロナは結構右肩上がりで早く感染してきますから、オーバーフローした時に誰が一番困るかといったら僕は市民であり府民だと思うんです。じゃあ市民であり府民が一番困らないようにする体制を、まあ、我々保健所は当然強化していきますし、まあ、合わせてやっぱここは医師会もそうだし、大阪府全体の医療機関というか医療体制で、このコロナをある意味コロナから市民府民を守るということをやらないと僕はいけないんじゃないのかなというふうに思うので、ちょっと何でもかんでも保健所長も僕も正直違うかなというふうに思うし、で保健所でやらなくてもいいことはやっぱりその削っていかないと、実際問題はできないことをやれっていうのも違うと思うので、そこはちょっと座長にもご意見をいただけたらなというふうに思います。ついでにちょっと一言言っておきますと、実はこの2万検体の中で6000いくらは PCR でできるんですけど、残りの部分というのは実は抗原検査をカウントしてるんですよ。ですから唾液で出すとなると、実はこの6000検体とかその PCR の検体が増えてしまうんですよ。そこの点も解決しないといけなくなるんですね。そうすると保健所の方にまたちょっと手を煩わせることにもなるかもしれません。はい、あと議論の整理でいくと、まずこの数に言うと今2万というのを前提に言ってるんですが、さっき、事務方からもありましたけど、国のいわゆる基準というか、昨年のインフルエンザの超えたシーズンでいくと3万4000というのが出てるんですけど、ね、まあ、ここは、まあ、風の案としては2万ということで考えてます。ちょっとここは専門家会議の皆様の方向性も決めていただけたらなというふうに思います。今オーストラリアのこと皆さんよくご存知ですよね。オーストラリアもかなりインフルエンザ出てません。で検査してないから出てないんだろうという意見もあります。ところがオーストラリアとか海外はどういうふうにしてインフルエンザがカウントしてるかというと、ILI といってインフルエンザライクインフェクションというかな、 ILI だな、症状がある人、インフルエンザみたいな症状のある人のカウントをしてるんですよ。で症状のある人もほとんどいないんですよ。ということは検査数が足りないから数が少なく見えるんじゃなくて、発熱者も少ない、つまりマスクと手洗いというのがおそらくはインフルエンザも同時に数を少なくしてるだろうと思います。で今回 その何万にするかということは、もちろん大いに越したことはないんです、体制としては。だからオーバーシュートが来るかもしれないからということで、 ものすごくその医療機関も300だ400だって話しましたけども、でもそこは現実問題として今まで通りのインフルエンザが来るというのは想定できないと私は思っておりますので、2万というのは妥当な線じゃないかと思って、2万でも多いんじゃないかとむしろ思うくらいで、まあ、これ責任は取れませんけども、そういうふうなちょっと認識、まあ、オーストラリアとかの様子を、世界の様子を見てたときにそういう状況だと思います。はいはいはい、そうしましたら保健所業務の方を合わせてご説明させていただきます。資料の4をお開きください。先ほど検査数が増える中で陽性患者がこれまでと比較してかなりの陽性患者が出る可能性があるということを申し上げました。で2つ目の四角ですが、大幅に発熱患者、陽性者、自宅療養者が増加するとともに、クラスター対策等の業務が逼迫する恐れがあるということで、一番やらなければならないのは死亡者を減らすと、
ということでございます。そういった意味で1点目に第2波の状況についてご説明いたしました。それの分析を踏まえまして、クラスター対策、重症者、ハイリスク者への対応に保健所 の最終的な感染が大きく拡大した場合には業務を重点化していくという考え方のもとで、下の考え方1枚に取りまとめさせていただいております。まず大きな流れがその流れの通りになります。電話相談、今保健所で行っております。検査調整も行っております。ただしもう一部業務委託外注をしているところですが、今後先ほど申し上げましたように、かかりつけ医での相談体制を整備してまいりたいと、多くの方が発熱されるという前提で、整備してできればと考えております。で、検査結果の通知につきましては、保健所から一本一本電話をしておりますが、ICT なども活用するということと、それとハーシス、国のハーシスのシステムの改善が今図られてますので、こういったハーシス入力の促進も、10月以降取り組んでいきたいと思っています。また入院調整につきましては、これ大阪府方式で入院先の調整、あるいはホテル療養先の調整は大阪府に一元化して取り組んでいます。で、自宅療養者の自宅療養の指示につきましても、保健所があなた自宅療養してくださいということで調整をしておりますが、これ先ほどかかりつけ医で検査をしていただいたときに、自宅療養対象者については自宅療養の伝達をしていただければと考えています。で、病状把握ですが、病状把握につきましても、今大阪府独自の仕組み、キントンシステムでアプリ等も使いまして、日々今どういう状況ですかと、熱ありませんか、お腹下してませんかということを日々管理をしております。ただこれにつきましては、自宅療養者につきましては、症状が悪化した場合という受動的な管理に感染拡大した場合には移行していきたいと考えています。で、その下です、疫学調査、これが大変重要ですが、今は若い軽度の感染者の方につきましても、2週間の行動履歴を調査し、濃厚接触者全般を特定し、で、あるいはホテル用へつなぎということをやっておりますが、これをやはりリスクが高い施設、リスクが高い感染者、高齢の方、あるいは基礎疾患がある方への重点化、感染が増えてきた場合には全体を薄めるのではなくて、濃淡をつけていくべきではないかと考えています。一方で6番のクラスター対応ですが、クラスター発生施設が増えたということを申し上げました。クラスター初期段階から関与していく、検査等関与していくということで、逆にここにはマンパワーを投入する必要があると思っています。で、濃厚接触者につきましても、今大阪府では濃厚接触者フォローアップセンターを大阪府庁の中に立ち上げておりまして、症状が出ていない濃厚接触者の方につきましては、唾液用の検体を郵送するという方法で一元化を図っております。で、ただしその前提となる濃厚接触者全員を特定するという業務は保健所の方で労力をかけていただいておりますが、これが感染拡大して非常に多くの感染者が出た場合には、全員を把握できるかどうか、ハイリスク者に限った濃厚接触者の特定に絞らざるを得ないのではないかと考えているところです。で、今ですね、8番ですが、検疫、入国された後の2週間の健康観察は、実はそれぞれの保健所に検疫所から依頼されて、2週間毎日健康観察等を行っております。これにつきましても非常な業務負担があるということで、大阪府に、大阪市分と府保健所分については一元化しているところでございます。これにつきましてもさらなる一元化を進めていくということを考えております。で、相談体制なんですけども、それぞれの項目の2ページ以降、詳細のことを書かせていただいておりますが、3ページを開きください。3ページ、これから の発熱された場合の相談の体制のイメージ図でございます。現状は熱を出された場合、コロナかなと思われた場合には、受診相談センターにお電話すべていただいているところでございます。一部外注をしておりますが、その後検査が必要な場合は保健所につないで、検査可能機関につないでいるという
フローになっております。これを今後発熱患者が大幅に増えるという前提で身近なかかりつけ医にご相談いただくと。で先ほど公表云々の議論がありましたが、身近なかかりつけ医から検査できるところをご紹介いただくと、何々クリニックだったら検査できる、何々病院だったら検査できますよということをご紹介いただくと。で一方で保健所にかかる電話、夜間等もございますので、それは一部その相談体制も残したいと考えております。4ページ5ページはその詳細の業務の重点化の方向性を示したものでございます。それぞれこれを実現するためには、例えば診療検査医療機関を機関数を十分に確保することでありましたり、フローズについてしっかりとマニュアルを整備して共有すること、実現するための課題はございますが、こういった考え方で、さらなる感染拡大時には保健所業務を重点化していきたいと考えております。ご意見いただきたいと思います。前にちょっと前提として質問させていただきたいんですけども、先ほど2万件検査したら、1日1000件ぐらい陽性が出る、その中で抗原検査だと結構な割合で偽陽性かもしれませんが、その時点では見分けつかないので同じように対策するということでよろしいでしょうか。でもし例えば仮に次 PCR に進んでやっぱり偽陽性やってなったら、そこからもう追跡はやめるみたいな感じで、はい、修正されるかどうかあれなんですけれども、現時点では抗原検査の陽性をもって陽性と確定するという国全体の立て付けになっておりますので、その時点で陽性患者としての登録になってまいります。これも、ね、国に聞くべきことなんかもしれませんけど、もし今後検討が進んでその2類相当じゃなくなった場合にも、そうしたらちょっとやっぱりそこは変わる可能性はありますかね。はい、2類から感染症の位置づけを見直すべきではないかという議論が一時期8月の末に報道等でありましたが、国のワーキングで議論がされまして、そこで示されました論点としましては、あんまり大きな変更はありませんで、例えば疑似症患者の届け出、今検査をするだけで全数届け出いただいてるんですけども、入院をした疑似症患者さん、検査をした患者さんだけ届け出をしていただくということと、それと全員を入院させるのではなくって、リスクがある方と重症患者さんだけを入院させるという見直しが行われるということで、この後半の方はすでに大阪では早い時期から入院患者の特定重点化をしてますので、あまり現時点では大きな見直しがなされない見通しになっています。白野先生の質問に関連するんですけど、やっぱりこれ国大阪だけで起きていることではなくて、国全体でこれをどうしようかというふうに動いていって、いろんな基準もできているわけじゃないですか。でその中で、いろんな検査方法にしても何にしても 100% っていうのはやっぱりない中で、でもどっかで線引きしようというので国で線引きをしてやってる。で線引きした一つとしてやっぱり検査をもっと増やしていかなきゃいけないねっていうので、早く結果が分からなきゃいけないねっていうので、抗原検査キットってその場で分かるっていうのが、ある意味これ国として認証し、そしてそれによって、陽性になればもうこれ陽性と、偽陽性というのはこれゼロじゃないんでしょうけども、それは一定の質的な検査もした上で 100% じゃないにしても、そこは国としてはそこは、偽陽それで、コロナの陽性と判断すると、そしてその場でも判断できる、そして監修もあります、医師の監修のもとでも本人でも取れるというのがこの認められて、それで20万ということなのであれば、やっぱりそれを基本的なベースとして大阪も考えるべきじゃないかなというふうに思ってますし、それ以外で唾液とかいろんな方法あるわけですけども、じゃあいろんな方法を自由にやりましょうよっていうのであると、そもそもこの検査を対応するこなすということ自体が成り立たなくなってくるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりは知り合いますか、ちょっとどうなんですかね。いや、というよりも国はですね、やっぱり保健所機能ということが非常に低下しているということで、このままでは PCR 検査もできないというようなことから、保健所の機能をちょっと外していこうやないかという話が非常に多いんだろうと思うんですね。でそんな中でこういう結果が出てきて、保健所の働く部分をちょっとかかりつけに回せよというようなことになってるんだと思います。ですからそこの考え方をどうするんだいって僕らはすごく気にしてるんですね。
でこれは本当に保健所機能がその1994年からどんと 財源削られてもうどんどん縮小してきたというところに一番問題があって、だからそれを今の間に保健所機能をもっと充実させてほしいってずっと現場から言ってるのが何もそれが変わらないと、ただ業務委託とかで広がってるだけのことであって本当に保健所で働いてる人たち本当にご苦労かけてると思うんですよね。やっぱりそういうところをもっと増やしてほしいことで末端が僕らから意見を上げていかないといけないんじゃないかなと思うんです。で国から言われてるのは、まあ、これでよかったら今度いいやないかというふうなちょっと曖昧なところから出てきてると僕らは思ってます。だからそういうところも加味しながらちゃんと議論していかんといかんじゃないかと思ってるんですね。1994年ぐらいから、まあ、国の大きな方針でこの保険証っていうのが、まあ、衛生が整ってきている中で、まあ、縮小していく来た、まあ、これは大阪だけの問題でも国の問題としてやってきた。でこれをどうするかっていう大きな議論の話は当然これはあると思うんです。でも今はコロナっていう緊急事態が発生して今の状況の中でどうしていくかっていう判断していかなきゃいけなくて、まあ、その中でまあ保健所もかなり人員をまあ2倍3倍と増やしながらですね、でやるべき仕事もやっぱりこれ国一律で決めてるわけじゃないですか。濃厚接触者はこうやって調査して陽性かけるとかで決まってやっていく中で、じゃあその今のどんどん増やすのは増やしていくんですけど、今の体制の問題とで何をするかっていう問題と保険、日本の保険行政の大きな話っていうのはちょっとごっちゃにして議論するんじゃなくて、じゃあ今の体制の中でこの冬にどうするかって考えた時にはやっぱりこのかかりつけ医の先生の協力もやっぱりいなきゃなかなか僕らというか府の中での全体の検査数も増やすことはやっぱりできないし、じゃあそのための二次感染防がなきゃこれいけない、絶対守っていかなきゃいけない。じゃあそうなった時に、まあ、検査のやり方今までだったら便等の具合で奥まで突っ込んでっていうやり方で二次感染のリスクあるよねって話でしたけど、まあ、いろんなやり方も国でも検討して抗原検査の簡易手前で取りのようなものもできてきて、これをまあ認めるっていうふうになってきたわけで、となるとそれを使えばインフラが入れば同時検査もできるし、それだけでも簡易検査もできるし、だからそういうのをある意味使いながら広げていかないと、この検査を大阪を全体で広げるっていうのはできない方向になってくるんじゃないかな。まあそれはだから医師会の皆さんとも協力しながら僕らはできないわけなんですけど、そこはちょっとご協力いただけないかなと思うんですかね。協力は もちろんするつもりでおるんですけども、ただそういう条件が一日一日で変わってきたり、今備前店の駅で構いませんよとポンと出てきたり、安全キャビネットはそんなん関係ないんですとかですね、こう急にこういうことが出てくることは我々その科学者からしたら理解ができないんですよね。何のためにここが許可になったのかということが我々としては知りたいところがあって、それが確実に大丈夫ということであれば全然手を挙げてやる覚悟なんですね。でそこの決め方がどうも、いや先生のことを言ってはいけないんですよそういうところが非常にちょっと僕らにしたら曖昧に見えてるとなと思うんですよね。でそこがやっぱり一番の問題点かなと。追加よろしいですか。これおそらく数日中に国から出ると思うんですけども、実は急に決まったわけじゃなくて、この病原体の検体についてという、まあ、もちろんそういう厚生労働省の方との研究グループが結構あるんですけども、今病原体の今言ったことも行政の問題もしても入れてもね、病原体の検査の指針の第一版っていうのを実は今ドラフト作られてて、もうすぐ通知が出ると思うんですよ。そういったところで今までのいろんな意見をまとめて出ますので、決してこう一朝一夕にできたわけでは全くなくて、そのグループの先生方は今の水面下ではずっと検討されてますので、そこは誤解のないようにだけすいません。はい、ですからその絵がきちっとしたらそれでやっていきたいと、そういうことであれば全然問題ないことだと思っています。協力は惜しまず、やっぱり市民の健康ですから、やっぱりそこは惜しまずやっていきますので、それは信頼していただければと思います。大阪府でこう独自にですね、国を超えてこうお願いしますとか基準を作ったりしてるっていうわけではないと思うんです。さっきのキャビネットの、まあ、専門的な話もありましたが、この大阪府で考えてやってるというよりは、まあ、国からの話でそうなってる。ある意味全国的にこの冬に向けて今のこの検査の体制っていうのはやっぱり不十分だよねと、広げる可能性があるよねって、その時には新しい検査キットを使い、
そして仕組みとしてもかかりつけ医の先生のちょっとご協力をいただきやらないと、市民、府民、国民から見たときには十分な検査体制ってなかなか難しいよねっていう大きな国方針があって、今この大阪の会議があると思うので、だからそういう意味でなんか大阪で独自にこれをお願いするってわけではなくてですね、そこは逆に言うとあんまりこうハードルが上がっていくと大阪だけできないようなことになってもよくないし、それは最終的にやっぱ市民府民を守るっていうのが多分医師会の目的でもあり大阪府の目的でもそれは共通している話なので、ちょっとそこはお願いできないかなというふうには思いますね。でその例えば重松先生がその唾液と鼻紙液というのはこれ鼻腔が両方できなかったんで、今苦肉の策でこの検体この検体でやっていきましょう、安全に取るにはこうしましょうということを議論してきたわけです。ところが今日まさに今日鼻腔で両方できますよっていうのが来て、今までの議論が何だったんですかっていう議論になってるんですけど、それはもうもちろんちゃんと科学的なエビデンスを集めて鼻腔で両方できますよというエビデンスが出てきたということで、決してその、大阪府というか医師会の先生方が唾液と鼻紙液が絶対なんだっておっしゃってるわけじゃなくて、それしかなかったからこういう議論をしてきたわけ でこれが鼻腔になった、アンキャビなくても良くなった、でも唐突ですよねって感じは僕たちは持つわけですけれども、それがちゃんとした安全性が担保されて、鼻腔自分で拭ったらくしゃみも出にくいでしょうとか、そういうことで偽陽性偽陰性問題も克服できますよっていう科学的なエビデンスがあれば、おそらく医師会の先生たちもじゃあそれでいきましょうとなるわけなんですね。ただ今までまさに僕も昨日まで厚労省に聞いてて、アンキャビがないって大丈夫ですかって言ったら大丈夫とは言えませんって言ってたのが、今日ここで大丈夫ですって言われて、何がその途中であったんだろう、その科学的なエビデンスは何だったんだろうということを議論ちょっと疑問に思っているだけですので、そこがちゃんとエビデンスとして出てくれば医師会の先生方も納得されると思いますので、そこが決して大阪府独自でという意味じゃなくて、大阪府の医師会はその許容された範囲で一番安全にやるにはどうしたらいいかということを考えてこられたということで、決してそれがやらないと言っているわけじゃないということをご理解いただければと思います。そしたら国でこういうふうにしていこうみたいなところの共通認識のところがちょっとまだ今日確立されてない感じはするんですけど、そのあたりはどうなんですか。まあ、山本先生も国にも関与されてるんですけど、重松先生そこを否定されてるっていうよりも検査方法であるとかアンキャビの問題も含めて考え方、検査方法の優位性の考え方についてきちんと医師会の先生方にもご理解いただけるように府の方で考え方を取りまとめて山本先生のご指導もいただきながら取りまとめてお示しするというのと、やっぱり検査についてご協力いただけるということは重松会長もずっと一貫しておっしゃっている。で診療所によって検査方法決め打ちではなくていろいろなパターン分けがあるということを理解いただきたいというご意見だと思うんですけど、いかがでしょうか。その通り思ってます。それとですね、もう一つ言いたいのは9月4日に出た通達なんですね、国から出た。これは保険証を外してかかりつけ医全部せえと、そういう通達なんですよね。だから全国の都道府県の先生方はあれ保険証の機能どこ行ったんやというのが一番の問題点に考えてるんですね。だから国が出してきたことが本当に一番かとはみんな思ってないんです。だからあそこの部分が、だから保健所とかかりつけ医はちゃんと車の両輪で働いていったらなんとか住民守れるよねっていうところで考えたいんですよね。それがどうも保健所の機能がどっかに隠れちゃって消えてしまうんですよ、名前が。でそこが一番の問題点があって、で大阪さんもそれに合わせてこられたんで、ちょっと僕らはというふうなことになったというふうに理解いただければと思います。僕らは決して協力はしていくつもりで住民守っていかないといけないの でやっぱり医療機関に合わせてどういう検査をしていくか、どういうことをしていくかということをきちっと契約に載せてやっていきたいと。で安易に例えばアンケートで入ってあげてくださいというようなアンケートではちょっと困るんですね。だからそういう細かいことを詰めていただいて契約させていただければというふうに思っています。今日大阪市の保健所と大阪府の保健所長も来てくれてるんですけど、まあ、ここの保健所の業務のことに書いてもらったら見てもらったら分かる通りかなり広範な業務をしてます。で保健所にかかる、まあ、負担というのもかなり強い負担、まあ、一生懸命な仕事をやってくれて、で僕らも
当然そこに人を増員させたり外注したりっていうので、ほんの試行錯誤しながらですね、保健所機能ってどんどん強化して対応しているので、保健所の機能がこうなくなるとか見えなくなるというのとはちょっと違うのかなと。ただその検査が増えればですね、今までの検査数でいいですよっていうのであれば、これは今までのやり方でいけると思うんですけど、僕も最終のトップの立場から考えるとですね、検査数だけ2万件ぐらいになって保健所の仕事はそのままやれっていうのはさすがに僕もトップとしてね、それは言えないなと。いや、 やらなくていいことはやっぱり削っていかなきゃいけないし、ある意味そんだけ検査をするんであれば、少しここは身近なかかりつけ医の先生にも、これまで保健所がやってきたことでも少しここの部分はお願いしますよということもお願いして、そういう意味での協力関係でやっていかないとこの検査はクリアできないなと、そういうふうに思うんです。まあ、公務員真面目ですから、やれと言ったら一生懸命やるんですけど、どっかでその業務量がオーバーヒートすると、オーバーヒートしてもそのまま何て言うのかな、最終的にじゃあ誰が不利益被るのって言ったら、府民市民が被るわけなんで、だからできないことをずっとこうやり続けろっていうのはやっぱり言えないし、そういった意味では一部そこはやっぱかかりつけ医の先生にも2万件ぐらいになってくるとですね、やっぱお願いしなきゃいけないし、でこれは国でも一定そういう方向性も出てるんであればですね、まあ、ある意味国と日本医師会でこれはやっぱ違うよねってなれば、それは僕らもそうなんですけど、一定出てる以上そこはちょっとまあある意味保健所でやってたことも、例えば陽性の告知とかね、そういうことも含めてかかりつけ医の先生に感染症対策を取りながらですけどお願いしていかないと成り立たないんじゃないかなと思うんですけどね。はい、おそらくここはですね、効率よく役割分担することやと思います。ですから何でも削っていく、一元化するとかじゃなくて、やるべきことはやっていただきたいと。ということで、実は第一波の時にですね、いろんな問題が起きたんですね。もう保健所には全然働いてないので、我々が検体運びに行ったりとかですね、いろんな人は問題が起こったんです。これしてはいけないことをさせられたんですよ、実はその時に。こういうこともあったので、なかなか医師会としてですね、その全て 100% 効くという対応がちょっと今できてないところがあるんですね。だからそれを打ち消していきたいんですよ。きちっとこういう役割分担して、ここまでは我々やりますよと。ですからここはあとは保健所機能でお願いしますねっていうことでやっていきたいということで、今発言をさせていただいているんです。ですからここで例えばフォローアップセンターとかいろんなありますよね、役割調整とか、こういうことはある程度やっていただかないと我々は全然できませんので。だから患者さんがこじれた時にすぐに入院施設をチェックをしていただくとかいうことがね、やっぱりこれ業務委託でどっかにしていただいても結構ですし、きちっと役割が回るようにしていただいたらと思うんですね。だからクラスターチェックするのもやっぱりそこも上手に保健所の先生方が業務委託を使って何かやるとかですね、やっぱりそういうことをうまく機能できるようにしていただきたいなというふうに思うわけで、我々したいというわけじゃないんです。しっかり協力してやっていきたいんで、本当に車の病院で同じ回転でやっていきたいんですよね。そこのご理解をいただきたいと。私発言1点ちょっと訂正させていただきますと、先ほど申しましたこの病原体検査の指針第1版、これも本日付で厚生労働省から通知出てまして、ここにはきちっと書いてますが、国立国際医療研究センター、国際感染症センターが作成していた新型コロナウイルス感染症に関する感染管理がこういう形で新しく発展的な解消して改定という形になってますので、本日付でこれも出てますので、これをまた出て熟読していただいて、僕も最終版どうなっているか見たいと思います。はい、追加させていただきました。確かに今見てますとね、まあ、保健所はもう大変負担が大きいと思いますね。でこれでさらにその第3波みたいなものが出てくるととてもまあ持たないだろうという私はもうそれを思いますね。そしたらその役割を誰が代わりにするのか、まあ、そこが今なかなかきちっと議論ができてないところで、いきなりその振られてもできないというところになってると思うんですけど、だけどやっぱりこのままその今あるその保健所の業務をねずっとこの保健所にやってもらうのも確かにちょっと無理があるかなと私も思ってるので、まあ我々はできるだけ協力したいという方向でもう少しそのきちっと詰めるべきところを詰めないとなかなかこううまくいかないんじゃないかというふうに思いますね。それからこの診療検査医療機関というのはこれは要するに発熱外来ですよね、基本的に。で発熱外来ですから
やっぱりその動線っていうのを別にしなければならないし、だから人もやっぱり別途いると思うんですよね、こうなると。だからその一般の一人でやっておられる診療所ではなかなか確かに難しいところあると思いますね。ですからその多分その診療所の中でできるかどうかというのをお聞きになって、できるところにやってもらうということになってると思うんですけど、なかなかこの、病院ならできるとは思いますけど、病院は病院でそのコロナ重点医療機関だとか協力医療機関というのがあって、さらにこれ以上手が回るかという話もあるんですけど、そこはやっぱりこういう、一大事ですから、もう全てその協力してやらないかんという気は我々は大いに持ってます。でこの例えばその相談を受けて、それで自分のところではそのコロナの検査をしないけども医療機関に案内すると、これぐらいのことは多分診療の先生はそれほど難しくないと思うんですけど、この診療検査の医療機関、つまり発熱外来のところはもう少しちょっと規模の大きなところでないとなかなか受け入れるのは難しいかなという気はしてますけど。実は大阪府最大3000件検査を1日でしてるんですけども、すでにですねその6割は診療報酬を取って、一部クリニックも含めて病院でですね通常患者さんが来られて検体を取ると、保健所からお願いするということもあるんですけども、そういったかなり保健所が指示してドライブスルーで取るという以外の医療機関で病院で検査をしていただいているという方が今非常に増えています。でここについてはかなり病院の方が自律的に陽性確定までしていただいていると。でこれがなんか保健所の業務を楽にするというよりも、おそらくそのニーズの方がですね府民の発熱患者冬に向けてその検査をしてほしいというニーズが圧倒的に増えるので、その受け皿を保健所を楽にするというその受け皿を病院だけではなくてかかりつけ医の診療所も含めて大きくもう全員野球的に広げないと、おそらく熱が出て検査をしてほしいという患者さんがどこかで目詰まりする、あるいは行くとこがなくなるという懸念のもとで の今回の提案でございますので、ぜひそれは今佐々木先生おっしゃったように感染対策が取れるかどうか、スタッフの問題もあって手が上がるところ手が上がらないところっていうのはあるっていうのはもう重々承知です。これ病院さんにおいても季節外来やっていただいているのは500病院中現在100弱ということで、それはそれぞれの体制の問題があると思っていますので、この裾野を診療所の方も含めて広げるということをぜひご理解いただいて、まずですねその可能かどうかということも含めて全医療機関に状況のご意向の確認をするということを進めさせていただければなと思っています。ちょっと誤解を与えるかも分かりませんけども、我々は昨年と同じように発熱外来をするわけです、かかりつけ医として。だから今普段来ている患者さんは全部見ていきます、大概は。ただやっぱりいろんなことで手上げをして、はい医療機関してこれですよって言われるとちょっと多くなるんですね。だけど手を挙げないけどもみんな見るんですよ、きちっと現場では。これがかかりつけ医なんですね。だからそこのところの理解をしていただきたいんです。だから我々は昨年までと一緒のように発熱の患者さんを見ていきたいんです。ただそこにいろんなことを課せられてしまって、はい手を挙げて指定の医療機関になりなさいって言われるとちょっと手を挙げないところが出てくるんじゃないかと。だけど挙げないところもきちっと発熱患者さんを見るんですよ、今までかかっている患者さんは。だからそこのところは理解をしていただきたいというふうに思うところです。ですからいろんな医療機関でその環境を感じて自分のどこだけできるのか考えてやっていくのは間違いないんですね。ただここで指定の医療機関になるかどうかと言われたら、いろんなものが条件付いてきたらもうこれはややこしいからもうこれやめとこうと。だけど普段来てる患者さんはきちっと見ていきますという、これはもう当たり前のことなので、これは基本中の基本なんです。これをしっかりできるように我々したいということなんですね。ただそれだけなんです。ですからきちっとそれは保健所とも車の両輪でやっていきたいということなんですね。そこはこれをご理解いただきたい。なんか誤解をちょっと生じてるのかなと思ったんですが、昨年同様に発熱の患者さんはきちっと見ていきますし、そこは全然間違いない話なんです。これを理解していただきたいというふうに思っております。
まさにかかりつけ医と保健所と、まあ、大きな病院とこうある意味三者一体になって進めていかなきゃこのコロナって乗り越えられないかなというふうには思ってます。まあ、その中で先ほど部長からも少し話ありましたけども、そのいわゆる移行の調査ですよね。まず病院っていうのは500ぐらい大きな病院は500ぐらいあって、で大阪府下にはクリニックとか診療所が1万あるというふうにも聞いてます。まあ、1万全部が当然手を挙げるわけはないと思うんですけども、その移行の確認調査、これについてはさせていただきたいと思うんですけど、それは大丈夫ですかね。ですから条件とどういうふうにやるかということのある程度の幅を設けていただくということであれば、それは全然問題ないと思ってます。それはまた協議していただければと思っております。やらないというわけじゃ全然ありませんので、ただ我々は例年通りの発熱の患者さんをきちっと見ていくということなので、いつも通り来てはる人はきちっと見ていくですね。みんなそれはもう自分の責務やと思ってみんな思ってますから、みんなの健康を守るために。ただそこにコロナが入ってきてるんでどう考えるかというところを理解していただきたいと。で我々はやっぱり一人の医師で一人の看護師でやってるところもあるわけで、そこにいろんなことを課せられるとちょっとできなくなるということをご理解いただきたいということであります。ですか、保健所さんの方もご意見ちょっと伺えればと思います。保健所の職員もね、思ってることを言ってもらっていいと思う。現場で起きてること、やっぱり職員真面目なんで、僕にはこれあんだやからっていろいろ言ってくれるんですけども、みんなね、この決定権持ってる人の前でね、もう保健所がどんだけ大変かっていうのも含めてやってる業務の実態を伝えてもらった方が僕はいいと思う。それがやっぱり府民市民に対する、本物はこれ部長とか僕の責任なんですけど、さっき友の座長が振られたので僕からのアドバイスとしてもう言いたいこと言ってくださいというふうに思います。発言の機会をお与えいただきましてありがとうございます。泉保健所の森脇と申します。本当にコロナに関しましては、もう本当に8月の最盛期、もう保健所は本当に大混乱といっては言葉が良くないんですが、もう毎日保健師にも、夜の10時11時まで残ってもらいましたし、もう私ももう泊まり込みもしたことも何日かございます。まあ、そういった中でですね、先ほどから医師会の先生方には、まあ、もう私も本当にいろいろと助けていただいたなというふうには思っておりますし、病院の先生方もう頭の下がる思いで本当にいっぱいでした。もう無理をしてでも患者さんを取っていただいたりということもございました。ただこれから先ですね、先ほどが知事部長もおっしゃってくださってますが、この日ではない新た患者さんが多数出たときにどこまで保健所の業務が持っていくのか、それは非常に危惧はしているところです。で、当然先ほどからの話の資料の中でもございますとおり、保健所の業務をいかに効率にする的にするか、まあ、重点化していくか、まあ、こういったことは当然やっていく必要もございますし、医師会の先生方にもいろいろとご迷惑あるいはいろいろな業務一部ですねお願いしなきゃいけないところも、多々出るんじゃないかなというふうに思っています。もう本当に人間関係でお願いしているところもいっぱいありますので、私どもとしてはそういったもう先生方の力もいただきながらなんとかこの冬を乗り切りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大阪市保健所長の吉田でございます。先生方本当にお世話になってありがとうございます。我々もその第1波第2波を経験いたしまして、特に今第2波の時には大阪府でも最高で1日255人 の陽性者出ましたし、大阪市内では131人出たということで、その1日100人以上 の患者さんが出た場合に、その一人一人に当然陽性告知をして、それでその入院が必要かとか、あるいは宿泊療養でいいのかとかいう判断をしないといけない。それが朝からずっとやっても、もう100人を超えるのが1週間も続くと、どうしても1日で終わらなくて、翌日に積み残してしまうということもありますし、それから今陽性者の濃厚接触者も全員検査しないといけないということですね。疫学調査もきっちりやって、それでその全員の濃厚接触者の検査をすると
いうこともしないといけないですし、それから、まあ、陽性患者さんも当然のように医療機関への搬送したりとか、宿泊療養先に搬送したりとかっていう、でその調整もあります。ですから、もうそのピークの時には、まあ、かなりそういう状況で本当にどこの保健所もそうだったと思いますけども、夜遅くまで、あるいはもう終電でも帰れないというような状況のことも多々ありました。でそれがもしこの冬にインフルエンザの流行の時と重なると、もうその第2波のピークよりもさらに倍とか3倍ぐらい の患者さんが出る可能性があるという状況ですので、先ほどその保健所が動きが見えなくなるとかいう話もありましたけど、そうじゃなくて今まで通りの体制でやっていたんでは、その患者数が2倍3倍になった時に同じような体制でも絶対無理になってくるということになります。しかしやはりその我々の使命としましては、その重症化する方をなるべく防ぐということをしないといけませんので、これまでやってた中でやっぱり重点化という、先ほどお話もありましたけども、重症化する方をなるべく減らす、それで重症化する方はなるべく早く医療機関につなぐと、入院の方につなぐということに重点化していくということが必要かなというふうに思ってますので、そういうところではやはりしっかりした疫学調査とその判断をしていって、で、あともう一つはクラスターの対策ということ、クラスター潰しということもやはり保健所としては今までのノウハウを持ってますし、それは誰にでもできるということではございませんので、そのあたりで、まあ、我々としての役割を十分果たしていきたいというふうに思っておりますので、そのどうしてもオーバーフローしてしまった部分 の、 その患者さん の、 その陽性告知ですとか、あるいは自宅で療養をお願いすると、指示をしていただくと、まあ、その部分に関しても医療機関に少しでもお手伝いしていただければ、我々としては非常に助かるなというのが本音でございます。本当はご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。やはり保健所っていう、どっちかというともうやっぱりつながりで、医療機関と保健所長さん、保健所の方たちとのつながりで持っているところもありますので、保健所という業務と医療機関という業務だけじゃなくて、そういうつながりのところでかなり、保健所長さんのご依頼であればということで、私たちもよくそういう面では協力させていただいておりますので、その点重々理解しております。でもちろんそのキャパオーバーになればもうできなくなるのは当たり前なんで、でもやれって言ったってもう無理だと思います。だから省略できるところは省略し、外注できるところは外注し、ただしどうしても必要なところでもうキャパオーバーになったら、これはまたもう崩壊してしまいますので、医師会や病院が協力してやっていくことは何段もこれはもう皆さん特にもう問題ないと思いますので、そこを明確にしていただいて、ここはもう省略しましょう、ここは外注しましょう、だけどここの部分というのは保健所じゃないとできません、だけどここは医師会の先生や病院の方にもお願いしたいというふうに、この具体的に明確にしてお示しすることで、何でもかんでもこうで保健所隠れてしまうみたいな、そういうことではないと思いますので、そういう形でぜひ私たちも協力していけたらなと思います。また先ほど言いましたように、まず第一に安全第一ですので、もう一度そこのところ検査の方法につきましてもご確認をいただくということ、そして今多分国はもう苦肉の策でビクでやりますよって言い出したと思いますので、それはもう今までの議論よりも少しまた違うシチュエーションになっておりますので、医師会の先生方もじゃあビクだったらどうだろうっていう、それも採用しようという形で議論していただければと思います。まあ、何よりもでも患者数が少ないのが一番ですので、これはもう大阪府の行政としてこういう対策を立てて少なくする、そう少なくすれば特にオーバーフローすることもありませんので、まずはそこが一丁目一番地で、もうとにかく患者さんのピークを減らす、これも一丁目一番地の行、これも行政あるいは大阪府の役目だと思います。その結果としてでも
数が増えてきたときはお互いに協力してやっていきましょう、もう誰も手抜いてるわけじゃございませんですね、これはもうもちろんもう皆さんそう思ってらっしゃると思いますので、自分たちができることは何なのかということで、これから考えていく必要があると思いますので、検査についても先生もっと柔軟にやっていけると思いますので、多分国はもう苦肉の策で出してきてると思います、あんまり根拠ないと思いますけども、まあそれでもまあ安全を担保しながらこれからやっていくということで、もう一度先生ご検討し直してやっていってもいいかと僕は思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、そうしましたら本日は委員の先生方長時間にわたりご議論いただきありがとうございました。これをもちまして第4回大阪府新型コロナウイルス対策本部専門家会議を終了いたします。引き続き、知事の囲み取材をこの場で行います。これから準備させていただきますので、報道機関の方々につきましてはしばらくお待ちください。よろしくお願いします。読売新聞の松本と申します。今の会議の関係なんですけども、検査数が増えた場合にですね、大阪モデルの、見直しにちょっと研究されてましたけども、大阪モデルの指標に使っている感染経路不明者の全数増加とか新規陽性者数の発生数なんかも検査が増えたらかなり増えると思うんですけども、その、モデルをどのように見直していくかっていうのを今の時点で知事がどのように考えていらっしゃるかっていうのと、そのまあタイミングというかどのタイミングで変えられるっていうそのスケジュール感も含めて教えていただけますか。まず今日も議論ありましたけども、検査数をこう2万件1日ピークでは2万件増やす、じゃあその時にどういうふうに役割分担をしてある意味やっていくのかというところを、まあ、今日はある程度の方向性を定めましたけども、まあ、そういったところの詳細をこれから詰めていきたいと思います。でそうすると保健所の業務としてもどういうことをするのかっていうことで、やっぱり今重点化っていうのは一つ大きなポイントにしてますけど詰めていく、そうすると我々として把握する情報とか、今は日々リアルタイムで皆さんにお伝えして府民の皆さんに公表してますけど、まあ、そういったこともできないような情報もこれはひょっとして出てくるかもしれない。それから、まあ、医療体制の医療崩壊を防ぐっていう大阪モデル の本質のところはもう変えません、けどもその前提となる、まあ、数字の把握とか検査の数とかも全然変わってきますから、まあ、それが確定した段階になったら大阪モデルについても検討するということですが、まずそちらの方が先かなというふうに思っています。でじゃあどのくらい検査数を増やせるのも含めて、まあ、10月の上旬から今日の議論でもありましたけれども、まあ、いわゆるかかりつけ医の先生の皆さんにも意向調査等をやっていって、まあ、10月の下旬かなぐらいまで確定するということになりますが、それを確定させて、まあ、それ以降まあ、一定の方向性が定まった以降大阪モデルについても検討するということになると思います。だから11月以降になると思います。今日の会議でいうとですね、医師会の方の方とですね、かかりつけ医の方への、まあ、保健所からの業務の、まあ、分担というかところでちょっとまあ総合というかですね、医師会の方からはもうちょっときっちりいろいろやっていただかないと普段の医療の業務が守れないという形のお話もありましたけれども、今後その調整というのはどういう方向でやっていかれるおつもりですか。今日医師会新松会長からもご意見もいただきましたし、こうやってフルオープンでやってます。で保健所の業務についても、まあ、保健所長から の、まあ、汚い意見ももらいました。で僕からも言いたいことはもう言ってます。まあ、それも踏まえて、今度感染症の協議会、まあ、ある意味大阪の場合大阪府の専門家会議と感染症協議会っていう、まあ、よりもっと具体的な実務医師会長も含めたメンバーが入って、まあ、そこには僕は入ってないですけど、これも確かフルオープンの会議でしたね。フルオープンの会議あると思うんですけど、そこでより具体的な中身については詰めて方針決定はしていきたいというふうに思います。だから検査をどういうふうなやり方でやっていくのかとか含めて、そこの実務者レベルでの会議の
やる、これは多分まあ10月の中旬ぐらいにやることになると思いますけど、まあ、そういったことをやって決定していくということになると思います。やはり保健所の業務も、まあ、僕ら大阪市の保健所なんていうのも3倍ぐらいに人数も増やして、で濃厚接触者でやらなくてもいいような調整のところは外注委託とか、まあ、これまでもやってきました。もう保健所の体制を強化するっていうのはこれからも、ね、これまでもやってきたし、これからも大きな課題としてこれはやっていきますけども、ただこの冬に2万件という、まあ、今3500件の検査能力、もともとは100件ぐらいの検査能力でしたが、これを3500件に今まで増やして、今の保健所の仕事の、まあ、国から言われている仕事のやり方っていうのをね、やりながら2万件というのは、全て保健所というのはやっぱり僕は難しいんじゃないかなと思ってます。まあ、そこはなのである意味かかりつけ医の先生にお願いするとかちょっとお願いをして、まあ、これは手上げ方式ですけども、お願いするとかお願いをして、まあ、コロナの陽性の方が出ればね、まあ、特に若い方とかではそのままそのかかりつけ医の先生から告知をしていただいて、例えば自宅療養やったら自宅療養をお願いしますとか、まあ、そういうと保健所としてはかなりその保健所の機能をね、重点的に命を守るべき人により集中できるんじゃないかと、数が増えても対応できるんじゃないかということです。例えば今僕、まあ、基礎疾患ない、まあ、45ですけど、僕みたいなのがコロナの疑いがあった時にね、ある意味かかりつけ医の先生のところ行って自分でこう鼻をとぐって抗原検査をやって陽性です、自宅待機しときなさいと、分かりました、おとなしくしときます、そこに保健所の手を周りに保健所の仕事を入れることなくね、そこで完結できるような仕組みができれば2万件は僕はいけるんじゃないかと思いますし、逆に高齢者の方とか基礎疾患あるある意味重症化しやすい人っていうのはもう傾向が見えてきてますから、今日の第一部の資料でもありましたけど、お亡くなりになられている方、重症者の方っていうのはもうかなり属性が見えてきてます。だからそういった方に保健所の力っていうのは集中して入れていく、ここをきちんと明確に役割分担をすることが必要なんじゃないかなというふうには思います。だから全て、だから僕みたいな人間がもし陽性になった時は保健所にかからない仕組み、これが大阪府全体の検査能力を拡充させて、そして増加を防ぐ、命を守るということにつながるんじゃないかなというふうに思います。8000人、第2波で8000人の方が今回コロナ陽性になりましたけども、今日もデータで出させてもらいましたが、お亡くなりになられた方というのは40代以下でお亡くなりになられた方の人数というのは0人ですから、50代で3人かな、3人か4人で、70代以上で 85% ですから、そう考えるとやっぱりリスクの高い方の属性が見えてきているので、そういった方の命を守る保健所の力もできるだけそこに注力する、でありま検査を受け入れて、まあ、保健所がそこに入ってこなくても行けるような仕組みをする、これをすべきじゃないかなっていうのが今の僕の考えだし、でそれをするにあたってはやっぱり医師会の皆さん、それからかかりつけ医の皆さんのご協力っていうのがないと実現できないので、まあ、そういったところをお互いそれぞれまあ言い分はありますから、その意見を出し合いながら全体としては一緒に進めていきましょうっていうのが今日の会議もその通りなので、その方向性を出していきたい。産経新聞の佐藤です。ちょっと今日の、議題外にはなるんですが、まあ、感染状況、東京の方ではですね、まあ、まだ、まあ、完全に減るという状況には、減っていっているという状況にはなってないと思います。で一方で大阪では、まあ、減少した上で下げ止まりという状況、先ほど会議の中でもありました。GoTo キャンペーンが東京も対象になってですね、まあ、大阪に来られる方でもこれからまあどんどん増えてくるとは思うんですが、まあ、来阪される中でですね、まあ、東京の数字をどういうふうに見てらっしゃるのかというのとですね、まあ、それに対応したその大阪これからの対策などあれば教えてください。
まず GoTo トラベルにしても GoTo イートにしても、それを利用される方のお一人お一人のやっぱり感染症対策というのが一番重要になってくると思います。その熱やその症状があった中では絶対そういうのは利用して、まあ、それちょっととどまってもらいたいですしね、ちょっとそこはなかなか本人しかわからないことですから、だからそこは感染症対策っていうのは徹底的に取っていただいた上で、ただまあいろんなところに行くとか食事をするというのもやっぱりこれ社会経済活動として必要なことだと思いますので、一人一人の利用される方の感染症対策、これ徹底してもらいたいと思います。これは東京の方もそうだし、大阪の方もやっぱりそうです。でもう一つはやっぱりお店の方です。旅館とかホテルなんかもこれはかなり一生懸命感染症対策も取ってますし、まあ、飲食店なんかでもこれはそれぞれやっぱり差はあるかもしれませんが、感染症のステッカーにしても守ろうよっていうのでやってくれてる店はどんどん増えていってますから、まあ、そういった事業者をどんどん増やしていくということが GoTo の時期でも大事かなというふうに思います。やはり感染症対策のことだけを考えるとみんなが動かないっていうのが一なんですけど、今日の報道でも出てましたが、有効求人倍率8月も、まあ、連続でずっと下がり続けて失業者が増えているという報道もありました。なので今日はもちろん感染症のそのものの、まあ、会議でありますけど、僕は知事っていう立場で見ればやっぱり失業者からどんどん増えてくる、そして生活がどんどん厳しくなってくる、まあ、経済社会経済が回らなければ、まあ、それによってあてはならないけど命を落とされる方もやっぱり出てくる、そういった意味でもやっぱり感染症対策やなんか社会経済を動かすっていうのもやっぱりやっていかなきゃいけない、難しい舵取りですけどやっていかなきゃいけない。その中で GoTo っていうのはある意味需要を喚起するっていう意味ではそういった意味のある政策だと思ってるので、やっぱり利用される方もお店の方も対策を取りながら食事や宿泊を楽しんでもらえたらなというふうに思います。まあ、ここは本当に両立難しいんですけど、やっていかなければならないところだと思います。他にございませんか。よろしいでしょうか。すみません、共同通信です。そのピーク時に約2万件の検査数ということで、まあ、この今後移行調査を進めて10月下旬までそのまとめられて、まあ、どの時点で2万件というのを実現した体制として現場で実現されたいという今のお考えでしょうか。1月です。来年の1月を目標というか、そこをピーク、大体インフルエンザのピーク時というのは大体1月、12月後半から1月になって2月に落ちてくるという、まあ、やっぱりその1月がどうしても発熱のピークというのは、これはもう出ているので、1月をピーク時と仮定をして、まあ、これまでの経験上もね、算定をして、そこでできるだけ2万というのを目標にして、やっていきたいと思います。ただ、これ、感染症ってコントロールできないので、コロナがいつ増えてくるかもわからないし、インフルがいつ増えてくるかもわからないけど、インフルだけでいくと、ピーク時、発熱外来のピーク時はやっぱり1月なので、1月をから逆算して2万という想定で今進めています。他にございませんか。